ランドの始まりの水、その対岸にかつてエルフたちが築いた宮殿があってね。そんな場所を根城とする風変わりな運毛の忍者がいるんだ。特に魂に関する研究で知られていたと聞く。古の時代に分かたれた13の共造世界、そして過去7度発生した霊災による世界の統合。これまで語った言葉に嘘偽りはないと誓おう。夢から覚めた私たちは現実を生きてゆかねばならない。我が知恵を仲間の命を救うためだけに使うと。彼らの魂がこの世界のものと根本的に異なることがお分かりになるのではあるまいか。過去を見たといったところか。私はもうどんな役目を背負っていても生きることを投げ出さない。皆さんこんばんは。こんばんは。第55回ファイナルファンタジー14プロデューサーアルターライブをお送りいたします。はい、皆さんご挨拶お願いします。はい、ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。進行を務めます、ティーチューンモレコとメロディです。よろしくお願いいたします。いやー、久々に会社から PLL をお送りいたしますが、はい、いやー、初っ端、すごかったですね。なんかよくわかんない、もはや。ゲームになってきてます ね、はい、ご覧いただいた皆さんのコメントの混乱ぶりがちょっとなかなか面白かったですね。ありましたが、今回まあ混乱する作りにしてるからな。どうなります。まあなかなかなんか面白かったんじゃないかなと思います、ね、ですね。いかがでしたか。はい、はいはい、ということで本日は、はい、パッチ 5.1 コンテンツ特集パート2ということで、パート1東京ゲームショーでやりましたが、そのおさらいに加えまして、はい、今日は映像だの実機だのいろいろ交えて吉田さんにご紹介いただきたいなと。交えていくんだね。いうことでいきたいんですが、はい、まずは、パッチトレーラーにも含まれておりましたけれども、パッチタイトルとリリース日の確認からいきたいと思いますが、よろしいですか。どうぞ、どうぞ。はい、じゃあ画面のパワーポイントお願いします。はい、パッチ 5.1 白木製薬黒木密約は、先ほどトレーラーにもありました10月29日火曜日の公開予定となっております。どうぞご期待ください。もうね、10月29日、はい、29ですね。はい、いや、あのね、違うんだよ
はい、みんなで年間というか、まあ、ロードマップを作ってた時に最初は本当は週明け火曜だったから、はいはい、22日節なんだ休みになったってなってそうそう、どう仕方ないの、さすがに日本の、ね、祝日にはね、来てないなということで週へずれていくになりました、はい、我々的にはね、それはありがたかった、 5.0 でね、すごい大変だったんで、はい、はい、ということで、はい、続いてはこちらの段取りなんですが、進んで OK ですか、はい、はい、ではですね、パッチトレーラーが、はい、はい、各言語公開されましたので URL 見てみましょう。はい、たった今公開いたしました。はい、全言語出ました。はい、公式 YouTube チャンネルで、はい、日本語、今冒頭日本語のトレーラーをご覧いただきましたが、英語、フランス語、ドイツ語のトレーラーも公開しましたので、うんうん、皆さん各言語、自分の言語で見たいよという方は今が確認いただけるといいんじゃないかなと思いまして、はい、で各言語の皆さん、あの自国の言語のトレーラーを見てる間にですね、日本語版ももう一回流しながらですね、ちょっとあの喋ってみようかなと、はい、コメンタリー付きで今からこの放送では日本語トレーラーを吉田さんのコメント付きでもう一度流しますので、はい、その間に他の言語の見たいわという方は行って帰ってきていただけるといいんじゃないかな、はい、ということで、はい、よろしいですか。それではよろしければいいですかね、はい、じゃあもう一回トレーラー行きましょう。どうぞ我々にはね、残念ながらこの返しの音がねないので、そうですね、ちょっとあれですけど、ね、遠くからかすかに、まあまあここは完全に狙いました狙いました、ね、まあそうですよ ね、 ややニーヤシリーズの続編に見えるようになってますね、うん、もうまさにまさにですね新作トレーラー来たかなみたいな、もう本当その勢いですけど、ファイナルファンタジー14の文字の違和感何やら派手派手なことになる、少し急に現実に戻らされる、はい、14だった水晶光のお話、フェイスですね、うん、これはね、あの気をつけていただきたいんですけど、はい、メインシナリオで行くときは、まあ、原体育ててなくても、あの 5.0 のメインクエストと同じように、まあね、連れて行けるというか、その場にいるメンバーでパーティー組んで行けるんですけど、はい、2回目からは原体が必要なので、なるほど、後でもう1回行こうと思って、はい、あのでただし水晶光は原体になってないので、うん、あの水晶光と冒険したいという方はですね、あのメインシナリオでぜひ行っていただきたい。はい、まあ、彼が原体にならない理由はね、まあ、彼クリスタルタワーの一部ですし、うん、まあ、他にも理由あるんですけど、まあ、まだ伏せておきます。まあ、ただ行けないんで、はい、はい、ともかく行けないので、ご自身で、あのシナリオで行ってください。はい、ここも、まあ、何やらね、まあ、何や、古代人たくさん出てますね。賑やかですね。賑やかですね。うわぁ、グフー。うわまずいことが起こってることだけはちょっとよく分かるんですね。まあ別に今回ね、あのちょっとあれなんですけど、今回ちょっとね、あ、まあいいか、あとでいいか、あとでいいか、チャイニーズさんなんか言ってますけど、ね、そうですね、この辺からそもそもさ、なんでこんなものがあったんだっていう話、はい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 、ね、この辺から BGM が盛り上がってます。そんなのまだ明かされない。あ、なるほど、序章ですからね。まあまあそうですよ、ね。謎だらけですよ、ね。確かに。はい。で、まもなく、あの、割とね、皆さん、あとね、2P ちゃんのね、動き、あ、これね、ここね、勘違いしました、ね。皆さんが誤解したし。青魔導士ログですね。青魔導士8人で、あの全員超硬化して、あの、槍を耐えるっていうシーンですね、あれ。いや、めっちゃ面白いんですよ、あれ。めちゃくちゃ面白い。そう、皆さんも、ね、動きとかにも注目してほしいんですけど、うん、注目してると死にます。ああ、なるほど、そんな余裕があろうか。あろうか。めちゃくちゃ面白いんですよ、面白い。お、なんか一瞬ね、ニーズヘックみたいな顔バーンって感じました。私はもう決意、そしてゼロ。そしてなんだ、誰と戦ってるんだよ、これ。ね、ここかっこいいよね、これかっこいいですよね、ここからよく合わせたなと思って、うん、ね、まるで本当ね、ここで発売日がこんな感じで出るのもさ、新作っぽいよね確かにそうですね、本当そう、ね、8日とは到底思いきや時間停止、まさかね、時間停止、なるほど、
あいやこの絵力よ、すごいよね、どうなんのこれみたいな。いやいや、よくできたトレーラーですよあの吐き気がするね、もう吐きそうとやっぱ書いてるね、吐き気がする、まあその辺も後ほどご紹介したりしなかったりすると思いますので、あの多分まあまあまあいろいろその申し訳なかった、はい、まあ、あの経験、我々たち、我々も皆さんに煽られて、うん、よしと思って、よかれと思って作ったら当時のね、なんてものを作るんだ、ね、数値攻めにした軌道編があり、はい、じゃあ数字やめてリミックにしようって言ってちょっと暴走した律動があり、はい、あの当時やってた方が振り幅が当時は大変でした、そう見るとね吐きそうになるそんな思い出込みで楽しんでいただきたい、全部持ってます。まあ後でまたちょっと話しましょう、はい、はい、それではまずは前回もご紹介しましたがパッチ 5.1 の実装項目をざーっとおさらいしていきたいと思います、はい、ので画面パワーポイントお願いします。参りましょう、はい、はい、メインクエストがあります、まあ、第一世界ね、はい、意外とね区切りがついたんじゃないっていうコメントを結構お見かけするんですけど、うん、まだね、うん、まあ闇線、非火線はね、テレポでいつでもこう世界行ったり来たりできますけど、そうですね、暁の人たち帰れないんで、そっか、で水晶光の作戦はね、まあそれはなしにしようぜって話になったんで、うんうん、じゃあどうするんだっていうところとかね、まあいろいろ見どころありますんで、まあ、静かな立ち上がりではありますけど、まあ、5.1 のメインクエスト後半から急に加速しだしますんで、はい、ぜひですね、じっくりご注目、ご期待、はい、いただければと思います。そしてピクシー族、はい、あのクエストね、こちらもですね、とあるキャラのバックボーンが若干見れるみたいなことがあるんで、うん、あとですね、マップがインスタ映えする、なんかインスタ映えを合言葉に作ったらしいんで、インスタ映えするらしい、写真撮り出があるということですね。そして夜はですね、出ました、はい、こちらもご期待ください、はい、また後ほどご紹介しましょう、はい、次行きましょう、セイントセイヤみたいなね、グランコスモス、はい、トレーラーにもございました、はい、フェイス対応しておりますが、先ほどもお話しした通り、水晶光と一緒に行けるのは、メインストーリー中のみとなりますのでご注意ください、うん、はい、そして新たな討伐とです、はい、こちらが極ハーデスでした、トレーラーに出ましたね、うん、はい、極ハーデス討滅戦が実装されます、はい、はい、そしてまあ夜半の、ね、はい、ダンジョンですね、はい、指定された工場廃墟ということです、はい、どうぞ、うん、そしてゼスシリーズ捨ててまいりましたが、まあ一部ねナイツ・オブ・ラウンドなんじゃないかということもあり、うん、予想もあったんですが、アレキサンダーとなっております、はい、正解はこちらでした、まあ、まずねちょっとやっぱりあのレイドからまあ絶にしていきたいなと、なるほど、こちらも後ほど軽く、ギミックバレしない程度に、はい、見てみようかなと、よろしくお願いいたします、はい、続いてまいりましょう、ジョブ関連調査、はい、まあこれも後で話しますね、はい、でアンマ同士がパッチ 5.15 で、ね、レベル60までキャップ解放、はい、でジョブクエストで、さっき、ナイツやってたやつはアンマ同士ローグルの中での遊びだったりします、うん、はい、あれ全員青馬だったんですよね、あそこで戦ってたのは青馬同士ログって今日触れるんですか、今日は触れない、触れない、はい、触れないのか、インタビューで結構答えてるんで、うん、まあ、インタビューも見ていただきたいんですけど、はいはいはい、まあ、マスカーニバルが一人で青馬同士挑むやつで、はい、青馬同士ログは青馬同士4人でとか青馬同士8人で、なるほど、制限解除なしで挑んでくださいっていう遊びになる、制限解除なしで、なるほど、でさらにその上位はアチーブメントを取りに行く場合は、うん、まあ、超える力もなしでねみたいなほうほうほう、そうなるとですね、こう誰がタンクやるんだとか、うん、ね、どんなアクションセットするんだとか、あと今回、他のプレイヤーが今例えばあなたが白魔道士をやってるじゃん、はい、とするじゃない、ターゲットして、うん、そのヒーラーの能力をコピーするみたいな青魔法があるんで、それでヒール性能を上げてコンテンツへ行くとか、なるほど、いう感じなんですよ。でまた凄まじい、そうか、楽しそう、挑戦の果てにですね、はい、非常に非常に自慢できる、あら、報酬が用意されているので、それはこれでもね本当 5.15 なので、はい、まあ、そうか、その絶に疲れたとか
あとあの固定霊式固定の皆さんとかでぜひですねやってみてもらいたいんで、あの、ね、めちゃくちゃ面白いですよ、うん、ほんとでレベル5ですも入るんで、あの例えば4人で ID 行ってこいとかは、はい、もうそもそも唱えたくてしょうがないレベル5です。そうですね、もう中ボスとかもあって、もう押したら、はいはい、バンっつって最初のうちはみんなね誰押す押すってなるんだけど、だんだんねもうね早く誰か押せよみたいなみんな走ってるそうそうって感じになってるんで、あのぜひ簡単なものから、うん、あの難しいものまで揃ってるのでちょっとやってみてもらいます。はい、はい、で 5.15 ということですので、はい、ご期待ください。はい、もう本当ねナイツはめっちゃ面白かった槍がね防げなくてで超効果8人つけて綺麗にあの PV ね、はい、スローで見てもらえば分かんないけど綺麗に並んで、あれねタイミングがね、うん、遅いやつとか早いやつがいるんですよ。なるほど、あ、そっか溶けちゃうとか、そうおまーってバー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 ン土地バーン死んでみたいななるほどなるほど、そうすっごい面白い、ね、やってみたいです、やってみてほしいです、ね、はい、はい、ご期待ください。はい、で続いてまいりましょう。 PVP アップデートです。はい、アクションが大幅に、今回追加、うん、PVP アクションで、ね、少ないっていうフィードバックがあって、まあ、ゴズルであんまりいじれてないということもあって足してます。で調整も大きく行われていて、フロントラインにオンサル破壊力、こちらも 5.15、 一通りのコンテンツが落ち着いたらぜひ、なるほど、はい、行っていただきたいです。あの、まあ、シールロック2だと思ってもらえればいいかなと思います、うん、はい、はい、そして強くてニューゲームもやっていきます、はい、強くてニューゲームは後でご紹介します、はい、くれますね、はいはい、では続いて、はい、クラフターとギャザラーのアップデート、はい、こちらも後ほど少々触れますね、触れますね、はい、まあ、アップデートとありますが、うん、従前お伝えしている通りパッチ 5.1 と 5.2 の2パッチを使ってですね、はい、クラフターとギャザラー大きくいろいろ手が入ります。はい、ですので、衝撃的な画面になったりすると思うんですよ、うん、あの何ジョブ 4-0 の時に見たあの、はい、グレーアウトに赤いラインあるやつ、はいはい、7割ぐらいかよみたいななるほど、そんなことがやってくる、はい、あの似た効果のやつとかはことごとくあなるほどなしてってるんで、なんで申し訳ないですけど、まあ後でまた触れます、はい、マクロは全組み直しだと思います。そしてイシュガルド復興、こちらが 5.11 ということですね、はい、こちらが、初動メインストーリー落ち着いたところから始めていこうかなと思ってますんで、はい、2週間後の公開を予定しております。こちらも後で触れます、はい、よろしくお願いします、はい、続いてです、どうぞ。フェローシップ、はい、こちらは前回の、はい、PLL でお伝えした通り、緩くつながる、うん、まあ、サークルのような、ね、集まりを作れる機能となっております。はい、そしてゴールドソーサーに、新しいゲートが後ほどプレイしてみようかなと思います、はいはい、よろしくお願いします。では続いてまいりましょう、はい、演奏機能のアップデートです。はい、よくわからない方向へテクノロジーを使っているやつですね先日開発ブログの方で紹介しておりますね、はい、あれであんなに詳しいねサーバーとの通信の仕様を説明するゲームを初めて見たよね僕は。そうですね、あれあの開発ブログ非常にわかりやすいので、はい、ぜひこのガストアシストモードの仕組みを理解して使っていただけると助かります。はい、はい、そしてランチャーもこのタイミングのアップデートはい変わりますということになります。続いてどうぞ、その他になってしまうんですが、いろいろす、お得意様が追加で回収が、追加となりますね。はい、そしてペットのパーティーリスト表示なくしたんですけど、ペットを出してか出してないか分かりにくいか戻してということで帰ってまいりました、うん、それからですねレベリング中の ID に確定で武器報酬入れてるので、はい、武器だけ取れなくて IL が上がんないみたいなことをなくしていきます、うん、まあ、バイカラジェムの上限を上げます、はい、グループ放送にも機能が追加されて、うん、PC を消したりできるようになります調度品に座ったまま使えるようになるものが結構増えます、はいはい、これで座ったものを食べれるようになるとか、食べれるようにもなるし、はい、それ以外のことも結構できるようになります。はい、はい、ありがとうございます、うん、といったところで、実装項目がざーっとこんな感じでしたということで、まあ、これ以上細かくなると、はい、今度は、まあ、パチノート見てねということになってしまうので、はいはい、ということでございまして、この先いくつか実機を含めて、ご紹介するんですが、その前にお知らせを
5.1 に関わるお知らせをですね、はい、2点ほどお伝えいたします、うん、まず画面お願いします。はい、まず1つ目こちらハウジングの土地についてです。すで、はい、にトピックス公開しておりますが、第19区から21区の追加が予定されております。拡張外を含みますので都合6区分の、ハウジングの土地が追加され、当初はフリーカンパニー用の土地のみ購入可能、うん、でそれ以外は引っ越しは可能ですが、購入はフリーカンパニーのみとなっております。はい、まあ、あの新規のプレイヤーの方も非常に多くね今回増えてますので、まあ新規の方でね新しい FC 作ったんだけどっていう方たちのためにまずはフリーカンパニー用ということで、配慮してあります。はい、はい、で、EU データセンターのスプリガンとツインタニアワールド、うん、この2つは新しく建ったワールドだったので、うん、そもそも個人用に全区で購入制限があったんですが、うん、第1区から18区は開放いたします。個人用に開放します、はい、なので19区から21区は引き続き、はい、他と一緒にフリーカンパニー用のみなんですが、はい、1区から18区は購入できるようになります、うん、ということになりますのでご了承ください。こちらも、本日かな、ツイッターじゃなくてトピックスでご案内しております、うん、はい、そしてもう一つこちらです。メンターシステムの変更が行われてまいります。で条件の変更がありますので、まあ、詳しい条件はトピックスをご覧いただくとして、今後もメンターを継続していきたいよという場合は、はい、新条件を満たした上で、改めて認定を受ける必要がありますのでご注意ください。うん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございますといったところで、はい、お知らせはここまででして、この先は、いくつかピックアップして実機を含めていろいろ見せていただきたいなということで、はい、どこから参るかと言いますと、まずはこちらです。画面どうぞ。なあ、まあ行ってみましょうか。極派です。動滅戦をご紹介いたします。さて彼に会いに行ってみましょう。実機にして良くなったらお知らせください、はいはい、今準備しております。少々お待ちください。こう、こっちですか。はい、はい、ね、いろいろ見えない方がいいものがいっぱいございますね。さあさあ、パッとシーンはやめとこう。そうですね、それがいいと思います、うん、皆さん真っ先に行くよって方もいらっしゃるでしょう。はい、どうぞ。はい、PC お願いします。さあ、パデスさんいらっしゃいますね。かっけえよな、この歌あのコメントでもう泣くっていうコメントがありますけど早くないですか。いろいろ込み上げてきちゃった。あ、柵割硬そうだね。でも今回、うん、ちょっと太めの柵がある。でもさ、はい、さっき PV でさなんか、うん、ちょっと週末のアーモロートみたいになってなかったの。なってた。あの時柵あったちょっともう一回見直さないといけないですね。でもさ、この優しそうに見えない？この床の模様。はい、見えます見えます。きっと、ね、きっと何かギミックの何かを教えてくれてるんじゃない？ですよね、きっとその輪っか8個あるんでしょうね。うん、ね、すごいな。多分。そんなものが敷いてあるってことはですよ。それなりのことが起こるんですねっていう気がしますね。いや、なんかあれでぶん殴られたら痛いんでしょうね。なんか。家具になるっていう噂がダメじゃない、非化繊的に。でも庭に刺すとか、これ立てたら確かになんか良くないことが起こりそうな感じしますけども、うん、なんかあるらしいです。ちょっと戦ってみる。戦ってみましょう。お約束です。さあさあ、お立ち合い、吉田さんソロ対カーです。キャンセルしないで。はい、あ、なんか
上げてる。あえてね。あ、あいいね。なんじゃそりゃ。どうせこっち。あ、これ見たことある。はいはいはい。おい、なるほど。あ、やばい。図らずもリミックを一個見せちゃいましたね。うん、まあ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 、なんかノーマルにもあったよね、確かね。序盤も序盤です。序盤も序盤。まあこんな感じで、結構難易度気にされてる方いらっしゃるかなと思う。あ、そうですね。どのぐらいですか。極ナイツって、はいはい、当時ね。そうか、比べる。そうそう、比べるのはでもね、極ナイツはあの時3層がすごいストッパーだったんで、確かに2.5 層として作ったので、そこで武器取って3層抜いてくださいっていう感じにしたじゃない。なので比べるとしたら極神竜の方なんですよ。なるほどなるほど。で極神竜ってあの翼見ながら何々するが結構いやらしかったと思うんですけど、今回あの何々しながら何々するが意外とないんで、なので、それが苦手だって人はちょっとホッとするかも。はい、ただ、ループフェイスとかがないんで、全部、はい。うわぁ。ループしないんで、頑張ってください。なるほど、なるほど。はい。で、まあ、正直、はい、キスパッチでのリリースなので、うん、報酬はまあ武器ではあるんですけど、あの、レシキ武器持ってる人にとっては、あの、IL 的にはあんまり必要じゃない。うん、ただまあ彼の武器なので、そこですよね。揃えてほしい。で、あとはそうですね、今回ちょっと演出の都合上、はい、普段の極よりちょっと長くなっちゃいました。おう、長くなっちゃって、で、まあ、周回大変やんって話になるんで、今回はですね、トークンを2つ出しております。あら、一戦勝てば太っ腹ですので、まあ、一戦は長いんですけど、うん、トークンが2個、うんうん、トーテムがもらえますので、なるほどなるほど、ぜひそうしていただければと思います。はい、はい、まあ極彼はこんなもんで、そうですね、じゃないですか。はい、はい、じゃあ極ハーです。当面戦はぜひ、これは 5.1 からですね。そうですね、 5.1 と同時に、はい、実装されますので、はい、ぜひすぐ皆さんチャレンジしてみてください。はい、いや楽しみですね。楽しみですね。まあ難易度はあの何だろう、モーゼロの2体よりは難しいとは思いますけど、ダニエルよりはちょっと難しいと思いますけど、まあそんなに、うん、いやーってなるほどではないかなとは思います。はい、ぜひ、はい、チャレンジしてみてください。はい、それでは続いてのブロックに参ります。続いてはこちらです。どうぞ。お、うん、ジョブ関連調整です。早速来た。はい、来た。ですね、ちょっと気持ちを沈めるためにはい、じゃあここからはジョブ関連調整について吉田さんにご解説いただきたいと思います。まず最初、はい、変更の大きな忍者、はい、侍、召喚士、うん、銀融詩人からちょっと触れていこうと思うんですけど、はい、お願いします。まず忍者、非常に大きい変更が入ってるのと、うん、はい、すごいたくさんのアクションに調整が行われてます。ほぼ新生に近い状態になってます。で、まず最も大きいのが、まあ、事前にちょっとお話ししてたんですけど、うん、先生も後で触れるので、あの順番に、ね、ちょっと落ち着いて、あの基本全てのジョブに何らか入ってます、うん、はい、なのでちょっとあの落ち着いてはい、この4ジョブしか喋らないってわけではないので、順番、はい、何まで、そう、陰と忍術に大きな変更が入って、今まではアビリティでした、はい、なのでウェポンスキルを使った時にグローバルクールダウンが回る、うん、その間に差し込むっていうのが、まあ、主な使い方だったんですけど、はい、まあ、非常に問題が多くてですね、まあ、例えば回線によって挙動が怪しくなったり、うん、で、まあ、今回上位忍術追加したこともあって、
まあ、陰を2つ結んで忍術発動だと、まあ、3アクション入れなきゃいけない。そうですね、いくらその早いクールダウンだとは言っても、うん、まあ、それがやっぱりストレスになる、ウェポンスキルへこう食い込んでしまってストレスになる。で、まあ、実装されてるシステムが非常にラグに弱いということもあって、今回完全にソースコードと、まあ、プログラムから全部作り直して、はい、グローバルクールダウン GCD アクションになりました。なので陰を結んでる、それから忍術を発動してる時、GCD が回ってるのでウェポンスキルの間に挟むってことじゃなくなってます、うん、でその代わりチャージアクションにもしてあるので2スタックまで、陰は、はい、で当然ですが、はい、今まで大丈夫かな、大丈夫です、聞いてる俺の話、はい、聞いてます、聞いてます、なんか興味なさそうになんか他のことありますよ、あのですね、話が長くなってきたのに、たけちゃんがワイプを入れてくれないなっていう話で、ワイプ入れてって言ってんのに気づいてくれないなって、なるほどなるほど、ちょっと寂しかった俺今いやすいません、あのどっちかっていうとあなたにも話してるんで聞いてます、聞いてます、もちろん聞いてますとで、あのウェポンスキルの間に今までこう、はい、アビリティとして忍術を挟んでた、うん、でもこれが挟めなくなる、つまりあのなんていうの、並行できないってなると単位時間あたりの火力が落ちる、はい、でしょ普通に、うん、今まで通りだったら、ね、なので、陰と忍術が、GCD アクション化されたことに対してほぼ全てのアクション忍術に対して、火力底上げというか火力調整が入っているので、あそれでそっか、ちゃんと それを見越した火力の値付けをしているので火力が単純に下がるってことではないっていうのを最初にお伝えしておきます。はい、はい、で、まあ陰をその結んで忍術を使うっていうシステムはそのまま残してあって、はい、まあ、新しくコード全部作り直したんですけど、うん、その陰を結んで忍術を発動するっていう手触り自体は変わってないです。うんうん、ほぼ再現できた。で、まあこうお話ししていてもですね、ちょっと分かりづらいだろう。ということでですね、まず忍術が、GCD アクションになったというだけの動画をご用意しておりますので、ちょっとそちらを見て、なるほどなるほど、思います。じゃあ動画を用意してありますね、お願いします、大丈夫ですか、はい、はい、では動画の方お願いします、うん、どうぞ、はい、マイクいきます、おう、あのくるくるウェポンスキルにもくるくる回ってるのが分かると思うんですけど、はい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 、クロスオットバーの右側見てるみたいな、確かに、そうそう、ああ、はい、シンプルです、すごい本当にそれだけの動画をご紹介いたしました、はい、右も回って、そう右もちょっとあのもう一回流しましょう、はいはいはい、皆さんね、はい、アイコンをよくご覧いただいて、はい、今度はね、どうぞ、はい、カンカンボフーは変わらないですだから、うん、そうね、確かに確かに、変わらないでしょ、面白い動きをしますね、うん、カンカンカン、うん、そうですね、うん、で、なんだ、チャージアクションになるので、まあ、2回使える。なるほど、なるほど。はい、で、まあ、これがまあ基本なんですけど、まあ、今、はい、テキストで出ておりますが、まずこれが大きな変更点、うん、その1でございます。はい、でですね、次、うん、操作の忙しさをさらに緩和するためにですね、あのドットを入れるための A が、うん、コンボルートから外しております。ほうほう、はい、で、単体のドット不要アクションになっているので、うん、何も考えずに、まあ、ローテーションに組み込んでドットを入れたい時に打ってもらうっていう形になってます、その映画だけの動画もございますのでご覧いただきましょう、どうぞどうぞ、早くて分かんないんじゃないかっていうね、ちゃんとね隠れるからやるんですよねこの動画、本当だ、今入ったんですけど、残念ながらですね、敵の何ターゲットを出してくれないとドットが入ったデバフが見えないんじゃねえっていうね、うん、あの A、 後で私が見せますね、これ実演も行います、はい、A、 もうはい、私は後で下人である私がやります、はい、さらにですね、はい、滑殺自在にも、変更が入っておりまして、うん、これまあ50でチャージアクションになったんですけど、はい、通常アビリティにちょっと戻させて
いただきます。忍術のリキャストに関係なく、使えるようにした方が、まあ、今回さまざまな変更が入っているので、まあ、こっちの方が結局使いやすくなるだろうということでですね、チャージアクションから、通常のアビリティに、戻っておりますので、こちらはこちらも一応あるかな、動画ありますね。ありますよね。はい。はい、その点今の吉田さんの説明忍者以外が見ても分かんないんじゃないかなっていう。はい、注目してご覧ください。どうぞ。ファンタアビリティなのでウェポンスキルの間に挟みます、うん、忍者の方じゃないと分からない分かりづらいどころか分からないかもしれませんが、忍者の方が暴れてるだけの動画になってますそうね、はい、という動画でございました、うん、はい、はい、そうなんですよ。喝殺がチャージなのでね、すごい忙しいんですよね、うん、はい。あとはまあ忍術のリキャストが残ってる、その忍術で打ったその効果がまだ残ってる時に打つ、その使うべきなのか使わないべきなのかっていうのも分からないっていう、うん、ちょっとチャージアクションならではの分かりにくさがやっぱ出ちゃったんで、なるほど、脅してます。で次大きい変更なんですけど天地人にも変更が入っております、はい、こちらですね、まあ、発動中に、まあ、何回でも印を結んでこう忍術を使うっていうのがあるんですけど、はい、天地人発動を陰忍術陰忍術陰忍術、まあかっこいいと思ったんですけど、はい、すっげー忙しいんですよ、うんうんうん、なので、陰を置き換えアクションにして、陰を結ばなくても即忍術が発動できるっていう内容に変えました、うん、でこちらも動画を用意しているんですが、はいはい、忍術のアイコンが、あ違うわ、陰のアイコンが、変わるってことです、ね、そうですそうです、あの天地人使った瞬間にですね、はい、忍術のアイコンに書き換わるので、皆さんそこをご注目ご覧ください。2回再生、2回です、2回です、これは2回だと思います。まず1回目いきましょう、どうぞあれ間違えましたよね、今動画、あれそんなことない。あ、今置き換わりました、ね。はい、置き換わりました。はいはい。あ、この動画だけ前振りなく序盤から行くのか。すごいな。うん。多分忍者の方これはすごい楽でいいですよね、うん。自己リスクも下がります。はい。うん。よかった。置き換え対応なので、まあスロットは多分増えないですね。増えないね、はい。はい。陰、あの天地人の陰がそのまま、3種になるので、うん、まあ動けないのは動けないですけど、はい、早くあの打てるようにはなってるってことですね、うん、はい、であとはですね、分身の術の変更が入っておりまして、はい、分身の術はですね、効果時間をまず伸ばしています、うん、で今回、ウェポンスキルの間に忍術を挟むことができなく、まあ、実用になってるので、うん、まあ、忍術打ちたい時に分身が無駄になってしまうっていう問題があるので、はいはい、スタック性のアクションに変わってます。分身の術を発動するとウェポンスキル5回まで、分身し続けます、うん、なので3コンボ打った後忍術使って、戻ってきて、うん、あのまた使うまで分身し続けてるっていうことになってるので、うん、こちらもですねっていう動画が動画があるんですけど、はい、アイコンがですね非常に小さく画面の上の方にバフアイコンが出ておりますので、そこに5、4、3減ってって、しばらく別のことして減らなくて2、1ってなっていくのをご覧ください、はい、あのこれも2回行った方がいいかなとは思ってます。はい、はい、どうぞ。
お分かりいただけたか。よしと。さっき確認してちょっと衝撃だったんですよね、これ。中央やや左上にですね、マップアイコンが出ております。吉田さんの実演に期待かな。お分かりいただけただろうか、うん、ここアップになるところですよね、このセリフとともに。そうですね。いやっていうことでした、はい、というわけでですね、はい、まあ、いろいろ変わっております、うん、はい。で最後にですね、改めて火力のお話なんですけど、まあ、最も、まあ、ここまで、これを出したい、出したい、まあ、あとこれをどうしたのか、ですね、火力のお話なんですけど、まあ、最もそのシナジー効果の高かった騙し討ち、うん、まあ、その騙し討ちを維持したことによって、まあ、どうしても忍者の本体火力を上げづらかった、まあ、し抑えすぎたっていうところはあったんですけど、はい、今回騙し討ちの効果を下げることにしました、うん、まあ、効果量を下げて、うん、その分効果時間は、長くしたので、ほうほうほう、まあ、相対的にそれでも下がってるんですよ。下がってるんですけど、まあ、短くてその合わせづらい、せっかくの騙しにっていうところもあったので使いやすくはしたけど、うんうん、効果は、短く、うん、効果は弱くなってます、はいはい、秒数は8の音を、そうですね、ご確認ください、はい、まだギリギリまで調整してるんで。で、ですので、うん、これまでよりも、忍者本体の火力を、底上げすることになってますので、はい、まあ、足りなかった、そもそもね、火力分も上げてるので、うん、強化されますというのをお伝えしておきます。はい、そうですね、背面以外でもね、騙しの効果がだけは乗るようになったので、うん、はい、これはちょっと楽なんじゃないかなと思います。そうですね、騙して打ってねえんじゃねえかっていう気もするんですけど、うん、騙し打ち証明かっこ証明みたいな話です、はい、そうなっております。はい、はい、で、まあ、さらに調整が E を出しちゃって、人気がですね、消費量80だと猶予が20しかなくて、うん、すごくなんだろう、合わせづらかったと思うので、一律人気を消費するものは50に変更しています、はい、なので50分猶予ができるので、うん、管理しやすくなるんじゃないかなと思っております。はい、はい、大体忍者はこんなところですかね、うん、こんなところですかね。ではいよいよ私が、うん、お待ちかね、下人の吉田が、吉田さんによる実演コーナーのお時間、忍者の人以外はね、見ても、ね、何してるか分かんないとは思うんですけど、はい、ちょっとね、ご説明の通り忍者はちょっと気候の部分で変わったところが大きいのでこんなですせというのを吉田さんに試しにやっていただきます。ちょっと待ってね、暗い、そうですね、あ、素晴らしい、天気もよろしい、うん、まあね、はい、よろしいですか、よろしいか、実機行ってよろしいぞ、はい、実機お願いします。さてさて、準備ができましたらば、何をやるかをご説明いただいてやっていただくのがいいんじゃないか。ですね、はい、まあ、これ目次レベル70なので、うん、数字はちょっと分かりづらくしてあります、はい、はい、っていうのは、うんうん、エデン装備なのかな、中身470です、ね、はい、でマテリアはまってないはず、うん、で、なんとなく開幕ローテ、はい、なるほどなるほど、まあ、私もほら変わったばっかなんで、そうですよね、ミスってもあんまり、ね、確かに ね、いきなり唐突に始めますよはい、皆さんご注目ください。忍者の開幕のローテ例をご説明
実演いただいております。はい、この辺まで。なるほど。これ以上はいろいろ皆さんのプレイに影響があるので見せないことにしておきます。なるほどなるほど。はい、これはもうまあ、PLL 後ほどアーカイブも出ますし録画もあると思いますので、はい、皆さんよくご覧いただいて吉田式立ち上がりの様子を。そうですね、多分 GCD アクションになったことで、うん、そのちょっともっさりするんじゃないかなみたいな、うんうんうん、印象はあると思います。で確かにその、まあ、2.4 からね随分長い間それでプレイされてきたので、はい、最初は絶対違和感はどうしても出てしまうと思うんですね、うん、ただまあ、今見ていただいたように非常に面白くなってます、うん、ちゃんと。で忙しさっていうところ、まあ、その嫌なストレスのかかる忙しさじゃなくて、はい、詰めていければその、まあ、面白いと思うので、うん、ぜひですね、まあ、本当ガラッとちょっと変わってはしまうんですけど、プレイをこれ以上はねしていただければなと。触ってみていただきたい。何か15秒だったなとか言われてるから出しておこうか、ね、騙しは今のところ、はい、そういうことです。はい、5%の15秒になってますね。はい、はい、大丈夫ですかね。よろしいんじゃないでしょう、はい、というところで忍者はこんなところですかね。よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、続いた侍ですかね、はい、お願いいたします。侍も変更が大きいのでパワーポイントの方もご用意しております、そうですね、まず先に火力の話をしておかないとちょっと誤解を見そうなので火力の話をします、はい、侍の、火力は 5.08 と比べると上昇してます今回 5.1 で、うん、ただし、はい、ちょっと複雑なのでよく聞いていただきたいんですけど、うん、まず昇波を使えるように、すること、まあ、当然ですけど最優先したんですけど、はい、昇波は威力400に固定のアクションになってます。今までねスタック数によってダメージが変わってたんですけど、うんうんうん、昇波は発動したら400、威力400固定のアクション、まあ、レベル80アクションなので、まあ、それぐらい強く威力がないとねっていうことなのでそうしてます。で、さらに通常のスキルローテーションに入ってくる技になります、うん、はい。で昇波の発動条件なんですけど剣圧っていうバフが3スタックすると昇波が打てる、うん、はい。でじゃあその剣圧ってなんじゃ聞いたことない。そうです、ね、急に出てきた、はい、これがですね木槽深度ってやつです。あ、剣圧かっこ木槽深度なるほど、木槽深度の名前が変わってですね改め剣圧になりました。はい、はい、で、この剣圧はですね彼岸花、まあ、天下五剣、乱れ節月下、あと返し全てですね、うん、これらを使用すると剣圧がたまります、うん、で剣圧3スタックしたら昇波をぶっ放す。なるほど。非常に分かりやすくシンプルになりました。で、まあ、ローテーションに威力400の技が加わっていくことになるので、はい、今の、5.08 の各アクションの攻撃力だと強くなりすぎるので、うんうん、そちらを少し落としてます。あ、なるほど。ただし総トータル火力としては今の 5.08 より上がっているので、うん、パッチノートを見たときに、ああ1対1でこう比較してこうやって下がってんじゃん。そうじゃない、弱体してるじゃんこれってならないようにローテーションが変わります、うん、およそ40秒弱に1回威力400の昇波が入ってくるので、うんうん、ぶっ飛んだ火力になるのでその分を調整はしてますけど5.08 よりは強いですよっていうことです。はい。ここでもね、絶対初動ね。まあでも今日話したからきっとあれです。皆さんが伝道師となっていただいて、はい、そういうことじゃないぞ。で他にも使い勝手の向上等、はい、行われてますが、詳しくはパッチノートをご確認ください。はい、
まあ、いろいろ乗っかりますからね。はい、ということでちょっとパワーポイントの方も確認しておきますが、はい、まず上に項目出したので次出しちゃっていいですよ、うん、はい。で、検圧の付与条件とで、ローテーションの中で消波発動可能になりますと、はい、いうことと、この説明もしておきますね。ツバメ返しの後に発生する、グローバルクールダウンがスキルスピードの影響を受けるように変更になりますということもございます。はい、はい、で詳しくは、うん、パッチノートの時にご覧いただいて、またいっぱい触ってみてくださいということでございます。はい、はい、で続いては召喚師、はい、そうです、召喚師ですね、はい、これもパワーポイントご用意いたしました。こちらはですね、もうあの実は本当に触ってもらわないとわからない、うん、手触りがすごい多くてですね、項目でいったらすげえ数あります、はい、ただ一番のポイントは、エギアサルト1と2が、うん、はい、まあ、5.0 の召喚のコンセプトを、ペットをちゃんと使っていこうというふうにして、うん、アビリティにしてたんですけど、まあ、これによってとにかく挟んでいかなきゃいけない、はい、もうその1グローバルクールダウン中に2アクションはもう必須だみたいなのがすげえ辛くて、手が本当折れそうみたいな感じだったので、今回、エギアサルト1と2をですね、魔法に変えました。なのでグローバルクールダウンが回るんですけど、うん、インスタントにしてるので詠唱がないので、ははは、ポチって押せばいい、うん、押せば発動してくる。で、当然その分だけさっきの忍者の説明と同じで、挟むものじゃなくなったので、はい、それに合わせて威力調整をしてます。なるほど。で、大事なポイントを忘れました。そもそも召喚師は全体的に火力の底上げをしてます、うん、その今回の使い勝手調整以外に、火力の底上げをしているので基本的には強化されてます。なるほど。で、いろんなアクションに強化が入っていて、でさらにそれに加えて、今回の、エリアサルトの調整分もちゃんと入れてあります、うん、はい、はい、でこれによってですね、初動の1分間で、6回ボタンを押す回数が減ります、うん、以降4回減ります。なるほど、なるほど。ローテーション、まあ、それをずっとやってたので、うん、もうちょっとさすがに、確かにそう聞くとすごく減った感じがしますが、今までが忙しすぎたってことなんですか、ね、はい、あとは召喚師はですね、とにかくその特殊なそのアクションが多くて、はい、リキャストが噛み合わないっていうのがもうことごとく多かったので、うん、数秒単位ずつ調整をしてですね、うん、リキャストが噛み合うように今回調整を、やっております。はい、召喚師はもうこれ以上はねですね、あのメインの方に触っていただくのがよろしいかなと思いますので、うん、残りのあのパワポの部分を、はい、はい、続いてトライディザスターから、ルイネーションが削除され、はい、代わりに着弾ダメージを追加いたします。ルイネーションがまた非常に分かりにくい原因でもあったので思い切りました、ここは。はい、そしてもう一つ、特性ベイン効果アップの効果内容をベインの追加効果の発動確率が 100% になるに変更いたします、はい、といったあたりが、主要な変更点となっております、はい、うんうん、もうこれはすいません、触ってください。そうですね、あとはまたこれもいっぱい触ってみてください。触ってください、続いて銀融詩人、はい、お願いします、まあ、こちらはですね、詩人なんだから、うん、歌ね、歌いたいしたいよっていうのと、はい、いいよもう火力重視でっていうのと、うん、まあ、すごい意見が真っ二つであってですね、はい、非常に悩みましたが、結果はですね、悩み抜いた結果、はい、いろいろ数字をシミュレーションした結果、はい、なんとかいけそうだということですね、うん、4.x ほどではないです、 4.x ほどの効果ではないですけど、歌による支援をつけました、はい、で、なので、ただ効果は 4.x より当然いいんですけど下げてます。うん、そうしないと、あの詩人本体の、火力を今より下げなきゃいけなくなっちゃうんですね、はい、なので、まあそれをやるとですね、そもそも望んでないんだけどそれみたいな、うん、歌なんていらないって言ったじゃんってなっちゃうと思ったので、
まあ、ギリギリ現状の火力を、まあ、下げない範囲内でなんとか持たせようということをしました。で、まあ、やっぱりそこが一番で、ただ効果はその 4.x に比べて下げたとはいえ常時かかりっぱなので、やっぱり3種どれかが、はい、なので、あの、強いは恐ろしく強いので、うん、まあ、トータルその支援能力も含めてみると、あの、強化ですね、間違いなく。なるほど、なるほど、はい、になってますので、まあ、これ以上そのやっぱり支援じゃなくて火力をってなってくると、やっぱり歌消さないとって話になっちゃうので、はい、あの、ここを落としどころとしたいなとは思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます。で、あの、大事なところなんですけど、ソウルボイスが溜まった時のあの SE ですね、はい、あの、同じ SE を鳴らすなっていうのは、はい、変えておりますので、はい、よかったです。すいません、大丈夫かな、大体。そうですね、はい、ただですよ、あの、結局シナジーって書かれたんで一応言っときますけど、はい、シナジーがある分だけ、あの、気候しおりは火力下がりますので、うん、それはそういうものなので、シナジーでパーティーに貢献する火力分は本体として計算しているので、はい、はい、では他のジョブに触れていこうと思いますが、はい、お願いします。タンクはですね、うん、主に防御面の強化をしております。リプ、例えばリプライザルが、はい、単体だったんですけど、範囲に自分の周囲の敵 に変わります。ロールアクションで、効果時間がですね6秒で、早く打つとその切れるっていうのもあってですね、10秒に変更させていただきました。それからセンチネル、ベンジェンス、シャドウウォール、ネビュラなどは、うん、効果時間を、今までの10秒から15秒に変更してますので、単純に防御力いろいろ上がってると思います。で、あと戦士は、ホルムギャングが効果時間が短すぎて、まあ、他の無敵に比べると非常に使いづらいということで、こちら効果時間を伸ばしてありますので、ご確認ください。いいですね。いいですね。次。はい。で、次ですね。モンクさん。はい、モンク。モンクさん、今非常に強いと言われてそうですね、モンクさんですが、火力は据え置きです。お、据え置きです、据え置きです。ただし、マントラだけちょっといじります。お、まあ、使えないってことにはしないですけど、うんうん、マントラは、ちょっと強すぎるというところがあるので少し落とします。はい。龍騎士は、単純に火力アップと使い勝手向上なので、もう単純に強化しかないです。なるほど、はい、あの、要は近接は、はい、文句を基準として合わせていきます、うん、で、レンジとキャスターは近接に対して、合わせていきますっていうふうに、うん、基本的にはみんなあの、はい、上昇です、はい、龍騎士は多分あの何がとは言わないですけど、きっと喜んでもらえる使い勝手向上があるので、はい、ご期待ください、はい。で、そうですね、飛行士踊り子も、純粋に火力を上昇させてます、はい、で、飛行士は結構強いですね、うん、で、そもそも、物理レンジ DPS のロールアクション補助性能を上げるためにリキャストのそれぞれ短縮をしているので、うん、上がっとる、はい、で、赤魔同士なんですけど、赤魔同士も純粋に火力の強化をしてます、で、結構上がってます、うん、こちらで、ただですね、ちょっと特殊で、赤魔同士ってあの連続魔の、使用上を割と低レベルで基本アクションをほとんど覚えちゃうんですね、はいはいはい、なので、直接その魔法自体に強化をしてしまうと、うん、バランスがすごい取りづらいので、特性側に、あ、なるほど、途中から極端にこう全体が底上げされるような、調整を入れたので、それとあとですね、開幕が特にそうなんですけど、はい、プロックがですね、運ゲーすぎるっていうのがあって、うん、開幕のスキルローテの中でもう祈るしかないみたいな、うん、80-80にあのホワイトマナとブラックマナがならないっていうのがあって、はい、これをですね、なくすためにアクセラレーションの仕様をちょっと変えました。で、こちら
さっきちょっと忍者でもその分身で触れたんですけど、うん、プロック3回まで、確定するまで消えないっていうアクションになったので、はい、まあ、使って、バル系の、魔法が3回プロックするまでは残り続ける。なるほどなるほど、はい、その代わりリキャストタイムをちょっと伸ばしてます、うん、はい、なので初動ですごいこうなんだろう、ブロックしなかったんでもう死にたいみたいなことはなくなります。そうですね、はい、でまあそれ以外にも、各種の威力調整、うん、それから効果範囲調整と赤やってますんで、赤も純粋な強化だと思っていただければ良いです、うん、はい、はい、で、クロマ同士に関してなんですが、何もございません。ゼロ。お前さっき全部のジョブに何かあるって言ったじゃん。1項目だけございまして、はい、3連魔の残り回数が分かりにくかったのでスタックアクションになるっていう。あ、なるほどなるほど。3連魔ってまあバフなんですけど、はい、あれがくっついてる間は3回まで、うん、栄翔時間がゼロになるんですけど、まあ、3連魔使った後1回使うと2になって、うんうんうん、あと2回あなた使えますよね。あ、確かに、あ、確かに。でもシステム的にはなんていうか一貫性が取れるというか、それだけです。わかりやすくなる。クロマ同士は強いので、はい、それでいいと思います。はい、はい、で、ヒーラーです、はい、が学者は軽度の使い勝手向上ぐらいにとどまってます、うん、で白魔同士は、アサイラムの効果範囲を調整したぐらいです。ここはあんまりいじってないです、はい、で先制術師なんですけど消費 MP を抑えるために、うん、コスト調整をやってます。なので、MP の消費が減ってたりしてます。それからですね、先制術師自身の、火力を、結構なアクション分いじりました、うん、で、カード周りだと、マイナーアルカナに変更を加えてロードかレディに、これを使うとですね、その今まで必ず変換してから使うっていうアクションだったんですけど、はい、この3種のカードはロードに、この3種のカードはレディにって確定にすることでいちいち変換するっていう一手間を今回外しました。なるほど。ので、忙しさが軽減されてるかなと思います。そしてですね、ヒール性能をですね、はい、まあ、特にバリア部分とかなんですけど、運命の輪の仕様を変更していて、これちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ダイヤの時とノクタの時で効果が変わるようになりました。お、ダイヤの時は、範囲にいる人に、うん、ホット、いわゆるリジェネをばらまきつつ、はいはいはい、範囲にいる人に 10% 軽減のバリアですね、うん、でノクタの時は、範囲内にいるパーティーメンバーに瞬間的に 10% のバリアを20秒付与するっていう効果に変わってます。あ、なるほど。はい。なので、ノクタの時は動いてよし、うんうんうん、パーティーメンバーに付与しちゃうので、はいはい、もう渡しちゃうから、はい、というなどなどが行われて。おります。はい、というわけで、まあ、大体今日お話しできるのは以上なので、はい、あとはパッチノートを、ね、ご覧いただければと思います。まあ軽減ですね。はい、うんうん、そうですね、はい、10% 軽減ですね、はい、はい、ということで、はい、ジョブ関連の調整でございました、はい、僕のほぼ仕事は終わりました前半戦もう一ブロック、いきたいと思います。続いてはこちらです。どうぞ。お、クラフターギャザラー大回収ということで、前回のプロデューサーレターライブで今後その先ほどもちょっと吉田さんに言っていただきましたが 5.1、5.2 にかけて、大幅、ね、オーバーホールですよっていうご説明しましたけれども、まあ、今日はそんな中から実機を交えてちょっと待った、はいはいどうしました？ここ何すんだっけ？あの実際にちょっと待って、
実際にラフトの何のリハーサルもしてないからさ、そうちょっと待って、ちょっと待って、そう最近 ご覧いただいた方もいるかもしれませんけど、 PLL リハーサルとかないんですけど、あの新しい制作メニューをねご紹介いただいて、レシピツリーをご紹介いただいて、はいはい、ああなるほどね、そういうことです、そうそうそういうことですよ、あの何もすごいトリッキーなことしようということではびっくりしたよ、びっくりしたよ、ふみさん、ふみさん、はい、えどうしました、ちょっと待って待って、はいはい、待って待って待って、あこれうん、で、で、これですね。これを見ると、はいはいはい。まずこういうことで。とかとか。はい、いや、これはさ、ちょっとさ、リハしとくべきだったの。何を、だって何を準備してるかをさ、そう聞かずに始めたからさ。確かに確かに。なんか話そうしか言えない。思ったもん、おっしゃるとおり。はいはいはい。じゃあ、実機いきましょう。はい、実機にしましょう。カメラお願いします。はい、実機お願いします。びっくりしたな、びっくりしたな。はい、はい、まあ、こちら、制作手帳ですね。これも200分になった。違う。90。はい。これぐらいできます、ね。まあまあまあ。ここに。左下ワイプにかかるので、はい、すみません。はい、すみません。なんかそのおじいちゃん扱いすしてない左下。大丈夫です。でここに新しいちょっと、サブコマンドが増えております、うん、増えております。でこのまず制作レシピツリーを確認っていうのを開くとですね、レシピツリーがこう出てくるようになります。これがね大変優秀、はい。でさ、まあこれもちょっとこいつは何ですか、ね、ありますね、20ぐらい、そうですね、はい、うん、いいと思います。これは非常に便利、うん。でですね、必要素材リストを開く。それがやばいですよね。これを作るために必要な素材のリストがね、なんとウェブサイトかなみたいな。本当そう。これは優秀ですよ。こんな MMO ないぞ。ね、ちゃんと末端素材が一覧で分かるようになって思っています。はい。まあ、さらにですよ、うん、ここにですね、採取方法を検索っていうのがございまして、押すとですね、採取手帳が開き、まあここです。すごい、フルフルにちゃんと押すと開きます。そう。ということで、あなたマップ開放してないから見えないですけど、こういうところにありますって。うん。なので。これは本当クラフターギャザラー大改修のまあ新機能なんですけど、まあ新しいリーダーが決定して作りたいっていうことで、UI 班が発注して、まあこれね、はい、UI 班有能って言うかもしれないですけど、まあ使用確認すごい大変、データの構造もそうなんですけど、まあライブ班と呼んでいるあのクラフターギャザラーチームと UI チームの連携で非常に、はいはい、素晴らしく。でこれがやっぱり初期からあると初めてそのクラフターとかねギャザラーやってくって人でもどうしたらいいのかっていうのがそのサブコマンド見ていくことでどんどんできるようになるので、そうですね、はい、でただ一個あの最終手帳を開いてないと連携できないので、うん、あのギャザラー1あのクラスだけでもいいので開けといてくれればあのこれが動作するようになるので、はい、まあ開けてない場合はエラーメッセージであの手に入れてくれって出るんで、うん、あの動線は引いてあるんですけど、こんな感じになっております、ね、でまああの所持アイテムの同期状態、はい、これちゃんとあのなんだろう、アイテムがちゃんとサーバーと同期されてますかっていうチェックだったりとか、うん、まあこんな感じになってますね。はい。ちょっと一回カメラにライブに戻して、はい、ガンカメラにしてください。はい、なりました。まあこれあのテストキャラなんであれですけど、はい、ちょっと映して、あ、ちょっと待って、この待ってくださいね。はい、うん、
時間が、うん、あれ何闇あれあ天気天候ですね、はい、うん、どうぞはい、カメ、時期どうぞ。これを見せたかったね。ああ、はいはい。アイコン。そうそう、先ほど冒頭で吉田さんがね、申しました通り。バトルクラスをやってる方は一度経験がある、この射線祭りがやってくるわけですね。方針としてはなんですけど、はい、似たもので効果違いっていうアクションが多すぎるので、うん、統合したっていうところが多いので、うん、結果射線のアクションが増えてます、はい、でできるだけ効果を、分かりやすくして、うん、今何をやってるのかっていうのがちゃんと直感的に理解できるようにっていう考え方で、うん、作り直しているというか統合していってます。でこれによって例えば、ビエルゴがね確定で 100% 成功するようになってたりとか、はい、要はその運頼りっていうところを、まあ、もちろんあるんだけど運をどうそのカバーするかということをちゃんと考えながら遊べるようにしていきたい。でそうしないと、単純によく分かんないからネットに落ちてるマクロ拾ってきて、うん、これとりあえず押しとけばなんか作れるんだよねっていうのを、はいはい、がもはややっぱりちょっとゲームじゃないなってなってきていて、うん、でもそうなると超高難易度レシピみたいな遊び方が作れないんですよ、うん、コメントでね多分もしかするとギャザクラやってる3分の1ぐらいの人はいやまあ正直何やっていくか分かりませんみたいな、うんまあ、全部完走して装備も整えてますけど早く誰かマクロ上げてみたいな気がするんです、うんうんうん、である程度はもちろんそれでいいと思ってるし、はい、今後もまあそういう機会はあると思って全員にねいちいちこう考えながら都度将棋を打つように行っていってとか、うん、バトルのようにねローテーションを自分で考えて瞬時判断しなきゃっていうことをやってもらうつもりはないんですけど、はい、ちゃんと理屈は分かるようにしたい、うんうん、っていうのとあとその先に禁断ガチ装備をした人たちが例えば名誉のために競い合うみたいな超高難易度レシピ、うん、これはなんかこう例えば新式が超高難易度レシピになるってわけじゃないんですけど、はい、を作ろうとした時に今言ったようにちゃんと理屈でアクションを回せていけないと面白くないので、うん、それを、その超高難易度レシピは最終的に言って言ってこう考えてなるほど状況が変わったからなるほど次こっちかっていう風にしていきたい。で 5.1 単体ではやっぱりそこまで変えきれないので、はい、まあそこにつなげるための 5.2 と 5.1 と 5.2 で、で今回第1回目の回収、はい、で 5.2 でももう1回ありますので、まあ、そこまで持っていきたい、うん、で準備ができればその超高難易度レシピっていう遊びも入れていこうと思ってますので、はい、すいません1回そうですね、一旦全体バーってなってスキルの入れ替えとマクロの書き換えもおそらく必要になりますね。そうですね、はい、ですがあとはちょっと 5-0 で入った、ね、とあるアクションとかがちょっといいバランスを今めちゃくちゃにしてるのでちょっと 5.1 ではまだ維持しましたけど、うん、ちょっと 5.2 ではなくすかなみたいな。なるほど、はい、ということで一旦皆様にはご苦労おかけしますが、必要なステップということで皆さんに予想がついてます。みんなが同じ単語を喋っている。そうのことだ。はい。あとはまあ本当に前もちょっと触れましたけど、あれだ。分解。うん、分解はね、うんうん、100% 成功するようになります。はい、スキルレベルに関係なく、どんなアイテムレベルのものでも分解すれば確実に分解できるようになります。はい、で分解スキルは真相がなくなり、うん、対応したスキルが上がっていくようになるんですけど、じゃあそれ上げて何か意味あんのってなると、はい、その分解した時にレアな素材を取り出す、うん、もしくは数が増えるっていう確率をそこでコントロールするので、なるほどね、
スキルが高い意味を、そこから出てくるレアの素材を使ってっていう時とか、そのレア素材でお金儲けるって時は当然スキル上がってないといけないので、うん、あの基本的には下がらないので、基本とにかくガンガン、あの別に急いでじゃなくていい、なんか今までだとどうしてもそのグランドカンパニーに納品するしかなかった、分量にするしかなかったんだけど、うん、もうどんどんその分解もしていってスキルも上げつつ、はい、レアなものが出たらそれを例えばマーケット流すもよしだし、うんうん、自分であのクラフトするもよしだし、そういうサイクルになっていきます。はい、はい、であとはまああのシャードをね適正にやっぱりちゃんと掘りに行って一番効率が良くなるようにしたいので、うん、例えばシャードあの獲得数効果アップのアクションが追加されてたりとか、いろんなことをやってますんで、ぜひですね、まあ、ちょっと、ま、あの最初は青ざめると思うんですけどそう一瞬ね一見して、まあ、マクロも全滅だし、はい、そうです、あのなのでいきなりアイテム作ろうとしないようにぜひご注意を、であの周りの今日 PLL 見てない皆さんにもお伝えください。事故マクロが全く動かないと思いますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、でいずれあのもっと詳細にあの例えば 5.2 でもう大体やることも見えてきたので、うん、あのまたちょっとバーッとねどういう風に変わっていくよっていうのをお話ししたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。といったところでよろしいでしょうか。大体大丈夫かと思います。はい、はい、というところで前半戦をここまでとさせていただきたいと思います。はい、でここから休憩です。休憩はですね本日の休憩は15分、最初から宣言します。15分の休憩を取りたいと思っておりまして、本日の休憩のお供なんですが、我々前回、うん、あの PLL が TGS だったんで休憩なかったじゃないですか、うん、なんでその休憩といえばまあ思い出動画といえば休憩、休憩は休憩じゃね、まあまあまあ、でジャパンエキスポまで我々思い出動画皆さんにご覧いただいたんです。でそこから今日まで何があったかをざっと振り返りますと、中国ファンフェス、はい、ありましたね、ありました、うん、次に何があったかな、ゲームズコムがございました、ありましたね、随分古い話だね、もうすごい前でしょ、8月なんですけどね、うん、でパックスウエストございました、うん、で東京ゲームショー行きましたと、ほんで、あとオケコンやりました、働いたな俺、行きましたね、この8月9月忙しかった、あの5個のイベントの思い出動画をまとめてご覧いただく。その間にだってパッチの開発やってんだよ。本当ですね。いやなんか吉田ってそろそろ疲れてきたのって書いてあるけど、そりゃあね顔に出ますよ。うん。あとなんか全然関係ないけど、味噌ラーメンにはバター入れるって書いてあって、北海道民入れないよね。入れないっす。入れないよね。なんか一部の店とかが。そうそう。なんか絵面的になんかバターコーンラーメンみたいな。ああそうそう。そこね、うん、食べないです。はい。なんか。まあ、バターコーンラーメンはバターコーンラーメンでアイコニックなものとしてあるんですけど、あれがスタンダードって言われるとね、味噌には常に突っ込むかって言われるとそうでもないんじゃない、そんなことはないですよね、はい、急にすごい気になったんですよ急に引っかかりました、ちょっと待てよ、はい、はい、それでは休憩挟みまして再開は霧のいいところで、日本時間で午後9時35分の再開としたいと思います。はい、それでは休憩中振り返りビデオ5本まとめてご覧ください、はい、どうぞ。Thank you.
see you fail the test. Gather forging all the fallacies, creating a mess to wreck. It's a big machine with all of the rest. DC, dying, dying electricity. Falling back right into the system. Simple, falling back you to pieces again.
はい、お待たせいたしました。はい、戻ってまいりました。第55回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブの後半戦をお送りしていきたいと思います。はい、後半もいろいろあるんですが、はい、吉田さん今日実機プレイされてるモニターがですね、うん、新しくなったの気づかれました？あのね、はい、いやまあ言われてみればすごい綺麗だなって思ったんですけど、もう今日集中しすぎてですね。でもこれエイリアンウェアさん、はい、放送にも角っこ見切れておりますが、エイリアンなんです。エイリアンウェアさんが新しく貸してくれた。これ DGS でさ、俺あの、まあ、デルさんというかエイリアンウェアの方に、はい、まあ、うち放送で使ってるモニターもう年前のでいいなこのモニターって言ってたらそうそうのを本当に貸してくれたの。はい、それを不憫に思ったデルさんが、マジかすごっ、いいよって取っ払う、使ってって、もっと PC 買おうかな。はい、日本では11月8日に発売になるやつ。え、まだ出てないの？欧米では出てるんですけど、日本ではまだあのこんなにモリモリ使ってるのうちぐらいですっていうような話でございます。ゲーマー的に嬉しい。そう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。モート PC 買って購入したいと思います。はい、はい、では後半戦参りたいと思います。はい、ではまず後半戦はここから参りましょう。パワーポイントお願いします。はい、はい、イシュガルド復興です。こちらはパワーポイントベースで、はい、そうですね、説明いただきたいと思います。はい、まずはまあ。いろんな、まあ、別にクラフターギャザラだけってわけじゃないんですけど、はい、クラフターギャザラメインのコンテンツであります、うん、でみんなで協力して蒼天街と呼ばれる新しい、イシュガルドに区画が誕生するので、そこをみんなで、何パッチかかけて復興していこうじゃないかという遊びになってます。で、まあ、納品だったり、うん、新しく復興共同作業っていうのがあります。はい、それをやっていくことで、復興段階が進む。ただし復興していくこうスピード、はい、段階はワールドによって早い遅いがあります。おなので、頑張ったところはどんどん早く復興していくし、うんうんうん、まあほどほどでいいよねうちはっていうところはゆっくり復興していくっていう遊びになってます。はい、でこれパッチまあ5.11 からスタート、まあ、メインストーリーとか、ヨルハとかみんなやりたいと思うので、はい、人が分散するのちょっと良くないかなと思ってるので、うん、ゼツ、アレキサンダー、凍滅戦と合わせて 5.11、5.1 リリースの2週間後に、はい、開放することにしてありますので、うん、ぜひ、皆さんでイシュガルドを復興していただきたいと。で5.11 からスタートして、しばらく、うん、例えば 5.21 とか、はい、5.31 とかっていう感じで、復興がどんどん進んでいくことになりますので、で遊びも追加していきます。都度、はい、じゃあまずちょっと次はスクショですか。蒼天街とはどんなとこかというと、蒼天街とはですねこんな惨状になっております。現状すごいめちゃくちゃですね。ええ、ここを直そうとひどいことになってますね。はい、まだスクリーンショットございます。こんなこれ瓦礫ですか。あのですね、はい、で今回はちょっと1枚戻ってもらっていいですかね。はい、これをですね皆さんの手でいつか綺麗にしていこうではないかという話なんですがなんだろ いきなりね、うん、ここをなんとかしろって言われたってさっていう、そうですね、ことなので、はい、で次のパワーまずは、うん、職人たちの、まあ、作業場、うん、キャンプベースキャンプを作ろうぜというのが今回 5.11 の主題となっております。そこからそのねもうひどいね、まずは更地にすればいいんじゃないかなってあのね石とかね木材とかねその貴重なんですよ、うん、そうそう、あるものはちゃんと使っていかなきゃいけないんですから、うん、そんなね簡単にメテオを落とそうとかねどれだけ苦労したと思ってんのよメテオを落としてその通り、そうですよ、想像魔法使えればいいんでしょうけどそうもいかないので、まあ、まずはクラフターの皆さんたちが実際に活躍していくための作業台作ったりとか、うん、そのアイテムをね当然報酬もらうためのキャンプも作らなきゃいけないし、 あと炊き出し、なるほど、ね、ご飯食べる場所とかも作っていかなきゃいけないので、まずは一番最初入り口にそうしたキャンプを作っていきましょうっていうのが今回 5.11 になります。
はい、スクリーンショットもう1枚ございます、はい、こんな手前にまずは何か、はい、でですね、NPC たちもですね、はい、結構頑張ってたりします。まあこれ今立ってるのは NPC たちなんですけど、うんうんうん、はい、まあ、こんな感じですね、はい、イメージはこんな感じ、雰囲気、はい、これ、ウンム街のあたりに NPC がいて、その人と会話をすると飛べるようになりますので、うん、でじゃあ行きましょう次、はいはい、でまず遊び方なんですけど、はい、こうした復興を知らせるボードが立っております、うん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 、商店街で、このボードも発展してまいります。最初 木ですけど、はい、木の板っぺらに紙貼ってるだけなんですけど、はい、復興していくとこいつもだんだ だんだん、はい、なっていきます。でこれにアクセスすると次のパワーポイント、こんな感じになっております。うん、案内が出てますね、はい、スカイビルダーズボード、はい、かっこいい名前が、うん、でこの一番上にあるのが、現在の復興度合いのゲージです。あ、なるほど、これが満タンになると復興共同作業っていうのが始まる。まずはみんなでこのゲージを上げていくっていうことになります。で段階が進むとお知らせが増えて、次何やるのっていうのが、まあ、記されていくっていう感じですね。はい、でまあ、フランセルの署名が入っているようにアインハルト家が絡んでいる。なるほど、はあ、いう感じです、はい、でまずは続いてどうぞ。まあ収集品を制作して、まあ、納品してくださいというのが、うん、まずシンプルなお題になってます、はい、それぞれ目標が設定されてますので、うん、収集品を作って納品すればどんどんサーバー側で復興度合いをカウントしていくと。なるほど。でまあ、ちょっと気まずいところがあるんで、都合よくナッツさんがはい取り掛かったんですね。くれて、なんか懐かしいですね、はい、これもね。まあほらイシュガルドですからナッツさんの活躍、ね、そうですね、はい、でさっき見ていただいた、ゲージが満タンになりましたってなると次、うん、復興共同作業というのが、発生するようになります。ほう、これはですね、そのワールドに、その瞬間いる人たち全員で集まって、あ、集まる、直してくださいと。ほうほうほう、フェイトのようなイメージを持ってもらえればいいんですけど、地球時間何時何分に復興共同作業を開始するので、うん、そのタイミングに来てくれっていう感じで、あ、予告されて300人とかでだからやってくださいみたいな感じです。なるほど。で NPC たちも一緒に混じってやってたりします、うんうん。でここは、特段、スキルを必要としてないので、はい、クラフターギャザーにさえなれれば参加できますんで、みんなでやってほしいなと思います、はい、でこのバリエーションというのもパッチが進むたびに増やしていこうと思いますので、うん、お願いします、はい、そう、開催時間が決まってるので、うん、そのタイミングで。ちなみに、はい、失敗することもあります。あ、なるほど。うそーんみたいな。なんで頑張りましょう。うん、共同復興共同作業ですね。まあ、はい、そこにもなんかいろいろシステムは裏で動いてたりするので、はい、まあこれ以上言うと面白くなくなっちゃうから。なるほど。ないですけど。じゃあみんなでクラフターになって参加しようと、はい、はい、失敗ってあのね、難しいじゃなくてダメだ足りねえこれみたいな音だなんで、うんうん、だからこそその時間を決めて開催なので、いつでも次のその共同復興共同作業がいつその始まるかっていうのは確認できるようになってるので、はい、あ、別に1回きりの、そうで、そんなに参加時間長くはないので、はい、開発でテストした時もなんかもう描画しきれないぐらい人がいて、うん、もうちょっと描画範囲開こうみたいなのでやってました、ね、はいはいはい、でみんなで復興していこうという遊びですね、はい。で、はい、まあこういうことをすると、はい、ちょっと待ってね、何がもらえるかっていう話をしたいんですけ ど、例えばさっき収集品を納品していくっていう話をしましたけど、貢献、復興に貢献していくと、復興券っていうものがもらえます。復興券、はい、ふるさと納税みたいなもんですね。
なるほど、うん、イシュガルドってところに貢献していくと復興券っていうのをくれます、はい、でそれで、うん、いろんなものと、まあ、交換していくと。なるほど。で今その 5.2 で企画してるんですけど、はい、今度は復興券でスクラッチくじみたいなのをゲットしてスクラッチでさらにみたいなことを今作ろうとしてたりしますね。はいはいはい、そうそう、地域振興券って言いますよね。まあそういう感じです。我々時勢をねちゃんとなのでちょっとせっかくですから、うん、何か手元をガサゴソし始めましたが、まあ例えばですけどね、あらものが、うんうんうん、はい、復興券、この髪型なんだかわかりますかね、うん、遠いか遠いか、ファイナルファンタジー1のね、うん、光の四戦士たち、なんとなく分かった、そうそうそう、懐かしいですよ。でもね、すごいよくできてて一応ね、鎧の色とかも合わせて見てるんですよ。確かに、はい、他とか他か、はい、いやいや、すごいものを見てしまった。まあ、こういうはいはいはい、これどっちが報酬なんでしょうね。これララフェルの方かもしれないですけどね。それは飛んでるんですか。多分さらわれてるんじゃないかな。巣に向かって。ラッチされてる。えらいこっちゃ。とか、まあ、こういうのとか。あら、まあ、かっこいい。いいですね。これ、いいですよ、うん。うん。まあ、普段着、いいと思うんですよ。はい。はい、とか、まあそんないろいろ目玉商品もございますので、はい、使っていただきたい、うん、はい、いいです。で、はい、今後のそのイシュガルド復興どうなっていくかっていう今後のアップデート予定を軽くお知らせしていこうかなと思います。はい、お願いします。ギャサラの収集品も納品対象になっていきます、うん、まあ今回はね炊き出しなんでクラフターメインなんですけど、でランキングが、5.2 から始まります、うん、まあ誰がどれだけ貢献したか、なるほど、十傑みたいな。で今まではディープダンジョンシリーズで、うん、ジョブのアイコンがドットアイコンあったと思うんですけど、はいはいはい、ありますね。今回これに合わせてクラフターギャザラーのドットアイコンも全部作りましたんで、これは地味に嬉しい、はい、いずれ配ったりとかね、はい、していこうかなと思います、うん、で、さらにさっきお話しました、はい、復興くじスクラッチですね、今開発中でございます、うん、そしてですね、さらに、ディアデム諸島が帰ってまいります。お、こちら、ギャザラ島としてですね、はは、今開発が進んでおります。再開発が進んでおります。なるほど、再開発、そうですね、なので、ディアデム諸島へ行って、うん、ここに必要な素材を取ってくると。なるほど、まあ、なんでディアデムが絡むとゴリラなのかなっていう多分そういうつながり、そういうつながりなんじゃないのかな。ディアデムといえばのゴリラです、うん、まあそうね。でせっかくなのでもうちょっと転ってみるか。ほうほうほう、これはダメだって言われた。なるほど、ダメなのちょっと遠ざけとく、うん、そうですよ。何が出るかな、ハウジングですね、はい、今回からですねシリーズとして、うん、ロールプレイハウスというのを、シリーズで徐々に実装していきます。ははははで、これはシンプルにお店屋さんを山へやるためのデザインされたものですね。なるほど。で庭具もそれに合わせたものっていうのをはは、まあ、置いていくので、中だけじゃなく、うん、お店を外見も含めて作っていくみたいな感じになります。今は、ね、鍛冶屋とか、うん、作っているので、そういうシリーズで、はい、いいですね、いきます。もうちょっとアップして、ね、
俺が寄らないとダメなんだ。ずずいと。アップしすぎだ。カメラをいじるとものすごい。いや、カメラいじらない方がいい、いいよ、いいよ。はい、はい。いいですね。あと、はい。内装もですね。うん。また、一風変わった。よいしょ。うん、これはあれですね、パーテーションでは、はい、あ、壁紙じゃなくパーテーションですね、ログハウス系のやつ。なるほど、はい、素敵、はい、暖炉とかもね、はい、あ、またはかどりますな、はい、またいろんなあのお家をですね、これで、うん、はい、作っていただけるんじゃないかなと。そうですね、思いますいっちゃうか、全部いちゃいますか、はい、あとはですね、今回まだ明らかに入手先は明らかにしません、はい、しませんが、しませんが、しませんが、はい、ですね、非常に人気の高かった装備デザインコンテストから、はい、こちらですね、入賞、ほうほうほう、これね、非常に国内外素晴らしく、はい、ね、リクエストが多かった、はい、これがですね、ついについにどうにかなると、どうにかなります、こんな感じの実機だとなっております。このですね、素晴らしいテカリ型、新しく、手法を開発してですね、テリが素晴らしいでしょ、これ。いや、素晴らしいと思います。これ侍だとね、すごいなんだろうね他のゲームに出てきそうじゃない、これ。すごいな。で、うん、いいですね、まあ、これもね、すごい人気出ると思うんだよな。でしょ、これ強そうね、強そうだよね、うん、これ死ぬことは許されない、確かに、入賞された方のデザインに合わせて各ロール、うん、そうですね、きっちり作りましたんで、そうそうそう、はい、という感じでこんな装備もご用意されています。次のパッチでやってくる。そうですね、これは、はい、はい、ご期待ください。どこで入手できるかは言わないでおきます、はい、お楽しみはい、といったとこですかね、はい、はい、ありがとうございます。なところです、それでは続いてのブロックに参りましょうか、はい、続いてはこちらです。お、一戦残魔で残魔ということで、新たなゲートでございます。なるほど、オールドソーサーをご紹介いただこう。そうですね。はい。これはですね。はい。ね、手順がございますね。うん。うん？なんか、おかしいな。え？いやいや、正しい。正しいよね。けど、もう。正しいよね。そこどこですか？少々お待ちください。いろんな生放送。コスが間違ってるのかな、これ。まあ、なんだったら歩いて行っても。あ、ね、うん、あ、やっぱ間違っていた。これが、ああ、これ。座標のマイナス60。間違えた。謎のキーワードが出てまいりました。はい、ああ、ってやった。はい、あんで、今あれですね、この何をしてるかというと、この残魔で残魔を無理やり発生させるということを行っておりまして、あ、出た出た、切り替えてよくなったらおっしゃってください。まあ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、はい、はい、はい、どうぞ。はい、実況お願いします。はい、まあ、うん、ゲートですので、ゲートですので、こう発生するわけですね、はい、用心棒の射程っていう方がいらっしゃいますがなんかやだな、射程に話し合う、うん、まあ、要は、はい、用心棒先生が中央で竹を切りまくるので、うん、その竹が切れた方向を見て避けたまえと。ああ、なるほど、ギミックの練習もできる、うん、
まあ、今コメントでフンガーじゃねえかとおっしゃった方がいますが、フンガーとはまたちょっと違いますね。で開始時間まで用心棒先生がとなんか運営事務局でギャラの交渉してるらしい、ちょっと待っていただけるんですけど、はい、そんな時間猶予ないんで、はい、今はすごいプロデューサーの力によりとっとと出てこいと、はい、お始まった、なるほど、ほうほうほう、何やら語りが出ております。すごい大それた登場しますね、用心棒先生、どっか君の、ん、お、カップ、あ、そう大げさスタート、はいはい、こっからですね、はいはい、始まりました、お、ニョキッとナット。あったずですね。ああ、なるほど。どう切れたかと。はい、日本が。怖っ。危な。ああ、なるほど。いろんな切れ。こっちは AE で。そうっすね。あ、そうっすね。はい。あ、はい。確かにこれはギミック練習、ギミック練習です。おや、どうした、ちょっと満足そうですけど、かわされてますけど、ね、まあこいつ竹取ってボーナスステージがあってですね、これ、ああ、お、出たな、大五郎、ああ、あーやべ、こ絶対あいつこう、ああ取ればよかった、なるほど、いい、俺は取らんで、俺は取らんで、安全策、ああ俺は取らんで、両方 AE かな、これは、これみんなでやるとちょっと楽しそうです、やーべー、それ危ないですよね、はい、3本です、3本、あはー、AE です、AE です、あー、はい、あー、斜め斜め斜め、おー、あ、これはいいですね、どうしよう、さっきとここらで一勝負なんでしょう、あ、また3つの壺、1つには大判小判、お、あはは、うん、うん、目で追う、何してくれてるのじゃないの、試される。持ってるかどうか。イエス。お、イエス。ダブルアップ。持ってんな俺。終わるかと思ったら終わりじゃないんだ。あれ中間ボーナスステージですね。ん？ん？お、それ。あ、そう。ここ、ここ、え、あれたこっち一個こっち行きます。もうそれ。あ、だ。いやいや、これは楽しい、楽しいな。これはあの 5.1 の皆さん真っ先にやる喧騒をが一段落したらここでみんなで遊びたい。え、結構えぐいっすね。えぐいっすね。確かにこれはそうね、苦いがある。あ、で終わりじゃないですか。あはは、あ、なるほど、俺の勝ちのよう。これはですね、もともとはこう少しでも、はい、うん、14のコンテンツっていうのを、うんうんうん、その慣れてもらう練習にも使ってもらいたいよねって言って企画がスタートしたんですよね。5-0 に向けて頑張って作ってたんですけど間に合わなかった。なるほど、ここで登場、はいはい、というわけで、うん、まあ、ゲートなのでちょくちょく発生したらですね、ぜひ、はい、まあ、気楽に参加してもらいたいなと、うんうん、そうですね、ええ、なんだろう、回転する、はいはい、見切れたらさっきみたいにそうそう、なんと当たります、なんとなんと、というのが新しいゲートで加わります、はい、ありがとうございます、はい、
うん、では続いて参りましょうか、はい、続いてはこちらです、どうぞ。はい、はい、満足クエストピクシー族です。そうですね、基本的には、はい、サブジョブのね、まあ、レベリングに使っていただくのが、うん、まあ、一番いいんですけど、はい、いつも通り、レベルシンクじゃねえや、うん、クエストの、あ、なんだっけ、あのシステムん、クエストのほらあれだよ、レベルアジャスト、あ、そうです、レベルアジャストです、アジャスト、アジャスト、はい、すごい言われて、もうね、多すぎなんだよ、このゲームシステム。そう、レベルアジャストかかってるんで、サブジョブのね、レベリングに使っていただければなと思いますし、はい、もちろん報酬もたくさんあるんですけど、うん、まあ、さっき、ちょっと、まあ、インスタ映えみたいな話をしたじゃないですか。あ、はい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 。もう認知症なの。あの、やめてあげて、言われてる。直しとかやめてあげて。やめる。いや、まあまあ、もうね、でもね。え？いや、ちょっとね。愚痴じゃないですけど、はいはいはい、MMO ですよ。MMO ですな。しかもどんどん肥大化していって、ね、まあ、ほぼ丸暗記というか、まあ、チェックしてるからなんですけど、うん、このボリューム皆さん喋れます？無理無理。無理よ。無理でしょ。うん、そりゃアジャストぐらいね。忘れますよ。シンクしてみたりアジャストしてみたりね。今また新しいね、レベルシンクみたいなものを今作ろうとしてたりするんで、うん、それもまたねきっと増えますよ。それ言うとね、またちょっとプレイ体験いろいろ変わると思うんで、お、まあそれはまたちょっと5.2以降話します。まあいいところは聞けば皆さんすぐ教えてくれる、はい、助かります。じゃあその、まあ、蛮族クエスト自体はもう随分おなじみなので、はい、そのシステムを説明するよりは、うん、ちょっとそのインスタ映えってどんなやつなのかも見てみようかな、うんうんうん、見たいですね。じゃあそれをご紹介いただき、よし、どうぞ。お、広まった。おー、これまだ途中ですけどね。はい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 。うわー、なんじゃこりゃ。すごいですね。でさ、作っちゃってんのよ、また。あ、ちゃんと滑るんだ。そういう道じゃなくて滑る。へぇ、君らさ、コストかけるとこなんかおかしくないって。すごい。これがまあきっと段階を進めていくとこうなっていくとか、もっとすごくなっていくとか、そういうことなんですよ、まあ、そうですね。びっくりした、俺知らなくて。はいはいはい。今回は専用マップインスタンスでやっていきますみたいなことは聞いてて、はい、あ、そこまで聞いてた。了解、浮いてるコストでやるインスタンスなんですね。はいはいはい。え？チェックしてたらマジで。確かにこれは何が起こったのかねえ、うん、まあこれ途中でこれですからね。そっか、これまだ最終段階ではないですね。ないですね。あ、なんかさっきの長いコースターみたいなのちょっと気になりました。どうやっていくんでしょう。みんな酔っちゃうんで、ああカメラブンブンしないでください。ごめんごめん、ついレイドのような感じで敵を。これですか。はいはい。あ、なるほど。これはね、さすがに動かなかったよ。あ、なるほどね。ただこれ多分座って、はい、ああ、ははは。多分座って、ほら、わ、ちゃんとあるもん。なるほどね、ちゃんと椅子に。これでみんなで座って、はいはいはい、多分グループして、なるほど、集中線とかつけて走ってるみたいな。そうなんじゃない、ね、確かにここはみんなで写真を撮りに来る場所になりますね。そのこういう何このね、みんなで、でもこれ個人でしか入れないんじゃないかっつう。あ、新宿と違うからね。確かに、うん、ブランコ、まあみんなで入れるようにしてくださいってフィードバック来るんだろうな。そうなります、ね、言うんじゃなかった。インスタ映えで止めとかなきゃいけなかったな、これは面白いですね。ちょっと画面を一回切り替えてもらっていいですか。はい、カメラになりました。僕だから、はい、ちょっとエモートも紹介しようかな。お、エモート、うん、
あれってどこに入ってるの？プリコキットリモート。気をつけてください。これか。これか。ははは。ちょっと試すか。はい。今新しいエモートを、ね、皆さんにご覧いただくエモートを。どうぞ。ほい。実機どうぞ。こんな壁が可愛いですね。まあ、あるんですけど、まあ、はい。ここでですね、このエモートを使うんです。ここ。あら。え？もたれかか。へー、ちゃんとあのこう下がって、ちょっと下がりますね。後ろを探して、あ、壁に壁を見つけにちゃんと行くんですね。ちょっと、はい、へえ、面白い。また新しいタイプの。本当だ。これ、はい、普通のまあ BG、うん、あのマップにある壁って。うん、少し離れるじゃないですか、キャラ。離れますね。あれってまあコリジョンって言って当たり判定を持っていて、うん、サーバーでもまあこれ以上は壁だから、これ以上は君は奥へはいけないよっていう状態で少し幅持たせてるんですね、はい、当然だけどキャラめり込まないように。 その幅分ね、ははー、詰めるんですよ、見た目だけ。なるほど。これね、あ、サーバーのコリジョンはね、動いてないですよ、位置座標。ははー。キャラの見た目だけ後ろへ少し下がって、へー、壁へ持たれる。すごい。ただまあ当然なんですけど、エモートなので、うん、あの壁のないところでやってもできちゃうんですけど。なるほどなるほど。まあその時は壁がないから、まあただこうこんなすごいちょっと車に構えてるだけなんです。確かに確かに、はい。へー。待ち合わせみたいな感じで空気感、はい、できたりしますんで、うん、はい、あのまあこんな、なんて言うんでしょうね、何に君らはその技術力を発揮してるのかな、ね、みたいなこともいろいろね、あのアニメーションチームもですね、面白いですね、ついに前人未到の領域へ突入し始めるはい、はい、ありがとうございます。はい、満足集落はこれで大丈夫ですかね。いいですよね。はい、ありがとうございます。では続いてまいりましょうか、はい、続いてはこちらです。どうぞ。お、 PVP アップデートです、はい。こちらはパワーポイントをご用意しております、はい、どうぞ、はい。まあ、アクションやっぱり数が少ないので、うん、あの もっと数が欲しいっていうことに合わせて、アクションとか特性を大幅追加して、さらに調整を行っております。はい、はい。で、あれ、次これどこに行くのか。あ、どうぞどうぞ。でフロントライン関連、今回オンサル破壊力がフロントラインですので主な変更点をまとめております。はい、まず人が少ない時のあの24人戦っていうのを廃止しました、はい、今のあのマッチングルールであれば十分72でいけるので、うん、はい、廃止となります、はい。それからですね、続いてドローンとかアイスドトームリスの出現予告が表示されるようになるので、うん、分かりやすくなります、はい、どれぐらいで出現するのか、それからですね、デジョンのリキャストタイムを撤廃したので、まあ、即戻れるみたいな状態になります、はい、うん。そして戦闘不能から復活するまでの待ち時間を一律5秒に変更したので、うん、まあ、5秒経つと、本拠地に戻ると。そしてですね、これまで、パーティーで申請する際の上限を8人にしてたんですけど、はい、まあ、これはあの PVP コミュニティを大事にしていこうということがあったんですけど、まあ、やっぱり固定があまりにも強いっていうところと、うん、まあ、今十分マッチングでいろんな方に楽しんでもらえてるので、はい、4人でいいだろうということで、変えました。はい、はい、ありがとうございます。まだございます、ね、はい。でオンサル破壊力の実装に合わせてですね、はい、繊維雇用の仕様を変更しております。はい、どうぞ。あ、ワイプを切ろう、うん。プレイヤーごとに繊維ゲージを追加しております、はい、はい。でこれはノックアウトするとか、うん、そのアシストを獲得すると繊維値が増加していきます、はい。で戦闘不能になるとなくなってたんですけど、うん、半減する要は蓄積型になったので、うん、溜め直していけるっていうことになってます、はい。
で、戦位置に応じて、4ダメとか回復効果が上昇して5段階、うん、これがですね熱い、かかりやすくもなってるんで、あ、なるほどなるほど、うん、どんどんこう破壊力が上がっていくのでお互い確かにかなり熱い、はい、で、その代わり戦意高揚中のプレイヤーと合わせた時の戦術ボーナスを廃止したので、うん、まあ、そればっかり狙ってみたいなことをしなくて済むようになってます、はいはい、でこれを踏まえた上でですね、今回実装される、オンサル破壊小説戦なんですが、はい、3つのチームに分かれて戦うフロントラインの新ルールでございます、うん、でちょっと出しちゃっていいんですけど、簡単に言うとすでに実装されている、シールロックの、はい、マップ違い、うん、かつほんのちょっとだけルールが違います、はい、基本的にはシールロック2、僕らシールロック2として開発してきたので、で、シールロックってアラガン・トームリスをから情報を読み取って情報値を、はい、まあ、ポイントに変えていくっていう形なんですけど、うん、ここは中節の合戦がベースルールになっているので、3つの勢力で無垢の土地を確保し合うっていうところが、うん、ルールのベースセットになってます。基本ルールですね。はい。どうぞ。いいよ。で今回さっきその次にアクティブになるあのトームリスなどが見えるようになりますっていうのがこれなんですけど、はい、無垢の土地、上空にですねゲージがこう表示されます。うん、時計のように。でこれが満タンになると、ああアクティブになりましたさ、占領というか。あのアクセスできるようになりますよっていうのがあるので、はい、上見てれば分かります、うん、はい、で、有効状態の無垢の土地にアクセスして契約すると、継続的に戦術値が加算されていきます、はい、でただし今回、このオンサラカエルで、シルロックと違うのがですね、一度契約した無垢の土地にはアクセスできなくなります、どの勢力も。おうおうおう、なので、守る必要がないので、なるほど、もう次へ行くしかない、ね、どんどん戦場が移っていって、どんどん潰し合いが至るところで始まる、必然的に他チームと会う機会が増えます、うん、そう、あのなので激戦になるポイントっていうのがあんまり収束せずに、はい、すごい勢いで周囲へ散っていくので、うん、かなりの乱戦になります、はあ、でまあこれ実際まあ、開発チームとか宣伝チームとかも総出で最終テストプレイやってたんですけど、はい、まあ、フィードバックすることは何もなく、うん、でもすげえ面白いからもう一回やろうぜっつってただ半日ぐらいみんなで遊んでたっていうぐらいすごい白熱。なるほど。でやっぱそうなんだろう、取り返せないのにすごい緊迫スコアがギリギリまで競るからすごい面白くて、まあ、ほぼ軍師なしでやってたんですけど、うん、まあ、一応なんかパーティーの、うまそうなやつに丸だけつけてやってたんですけど、はいはいはい、すげえ盛り上がりましたよこれ、で、まあ、うちのねその開発に一人、はい、なんかもう鬼のようなナイトがおいて、まあ、そいつがまためちゃくちゃうまいんですよ、めちゃくちゃうまい上に俺を狙ってくるあれね、厄介な、絶対ね別の勢力だったんですけど、うん、絶対俺にマーカーつけてると思うのね。なるほど。吉田いた。すごいツッコミ。あ、PVP あるあるですよね。吉田さんが入ると狙われる。そう、あのね、まさか知らない、押し引きがすごいうまいの。あ、でこっちも釣りでちょっと前出て釣ってやって、うん、引っ張ってふんぼっこにしようと思ったけど、ギリギリのところでね、すごい返すの、ね。有能。もうなんか72人でやってんのに、なんかそいつと戦ってる気分一戦目なんかそいつにだけ5、6回ノックダウン、あら、うん、2戦目3戦目で若干リベンジしました絶対あいつにだけだと思って見たら逃げるみたいななるほどね、まず逃げる。楽しかった、すごい楽しかった。でこちらパッチ5.15、うん、で、青魔導士のアップデートと一緒に実装されるので、はい、まあ、大体一通りメインシナリオやそのヨルハダークアポカリプスが終わって、で大体その極とかで絶の中継っていうのまま落ち着いてきた頃に、うん、実装されるので、あの青魔導士やってみたり、オンサラ破壊やってみたりっていう形で楽しんでもらえればなと
はい、その方がねマッチングもしやすいと思うので、あのぜひ軍師の皆さん絶対活躍してくれるので、あの72人でやる PVP なんで、うん、あの気楽に参加できるので、ぜひぜひこれは本当に面白いのでやってみていただければと思います、はい、もちろんあのマウント的な、ね、報酬もございますので、今回は玉ではございません、はい、玉じゃない、ちゃんとしたマウントがございますので、まあ玉もちゃんとしたマウントなんですけどマウントございます、ぜひ狙ってください、はい、はい、お期待ください、はい、それでは次のブロックいきましょう。続いてはこちらです、どうぞ。はい、と強くてニューゲームです。はい、そうですね、これはどこに行ったらいいかな、イッタリウムに行って始めようかな、うん、そうですね、はい、次期どうぞ。はい、私クリスタリウムにはやってまいりました。はい、おお、なんか見えていけないのが見えて、最近見られてると思いますが、はい、そろそろ、うん、マイキャラクターを、ああそうですか、ニューゲーム、はい、はい、そんな、はい、はい、ここにですね、もう強くてニューゲームがあるので、はい、もうあの入れちゃってくれればいいと思います。あ、うん、あのコマンドで、はい、でこれをポチッと押すとですね、あ、出た、こういう画面になります。、うん、これリアルタイムになってます、はい、で、今は、まあ、メインクエストのタブしかないんですけど、今回はこのメインクエスト、蒼天の石ガルド、グレンのリベレーター、漆黒のヴィランズの中から、うんうん、選択して、プレイしたい場所を選んで遊ぶっていう考え方なんですけど、はい、今まあここにタブがね、メインクエストしかないんですけど、ここに、いろんなクエストが今後マッチナップで、まあ、あのシステムはできてるんですけど QA が間に合わないので、うん、今回メインクエストにしてるんですけど、例えばあのクリスタルタワーのシナリオもう一回やりたいよとか、はい、そういうのあとジョブクエストもう一回やりたいよとかっていうのも増えていくので、で申請の、申請オルゼアが入ってないのはあの今後ちょっと申請のクエスト動線をあの調整しようとしてるので、その調整ができてからにしようと思います。なるほど、はい、はい、で今回はあの拡張3つ分までですって言われたので申請を落とそうっつって申請を落としました、はいはい、で大変おしゃれメニューですよね。そうなんですよ。で例えばですけど、はい、蒼天の石ガルド、まあ、後編からやりたい、うん、場合ここにねダイジェストが出ます。この、なるほどなるほど、蒼天の石ガルド2とは何かねと思い出すためにも、ね、はい、この辺ですよ。そうそうそう、だからドラゴン族の領域を訪れ聖竜フレースベルグとの開港を果たした一行は、うん、竜戦争の始まりに隠された歴史の真実を知ることに、かつてあった人と竜の融和、そして人の王による裏切りと対立、悲劇の連鎖を止めるため光の戦士は青の竜騎士と蛇竜狩りに挑む。すごい、ここまでのファイナルファンタジー14みたいなところ、そう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 、読み上げた感じです。でまあここからこう始めると、まあ、ここから開始できるんですけど、はい、でまあ こんな感じでこの区切り、これはあれですね、うん、パッチ 5.1 から 5.3 までの完結編の部分をやってますよとか、はい、でその後の話です、はい、パッチ 3.4 から、なるほど、4.5 のラスト、うん、3.5 のラストまで、3.1 ね、5.1 って言ったで、まあそんな感じで選べるんですけど、注意してほしいのがセーブデータが1個なので、はい、現在ね中断してるクエストが存在してます、うんうんうん、なのでちょっと戻りますが、戻るとこんな感じなんで即に、ね、普通にリアルタイムにパッと開いて、はい、でここに今前回まで自分が強くてニューゲーム遊んでた部分があるので、うん、再開を押すと、はい、点 C の、うん、でこれでここにですね、あ、出た、なんか出た、強くてニューゲーム、そうですね、左上にガイドが出ましたが、それか、これだな、はい、
60秒です。うん、強くてニューゲームに入るとこんな感じで、強く今強くてニューゲーム中ですよっていうのが、なるほどなるほど、出ます。はい。でボタンを押すと中断するっていうのがすぐできるので、うん、はい、例えばシャキった時とか、なるほどなるほど、いつでも行き来ができる、はい、なので今俺どっちだっけっていうのはここ見ればわかる。確かに。今強くてニューゲーム中です。うんうん、でプレイヤーの現在の進行度っていうのは常にセーブされてるので、例えば僕今クリスタリウムにいますけど、はい、あくまで強くてニューゲームなので、行けるエリアがいきなり手前になったりはしない、はい、でじゃあ終節の合戦ってどこだっけっていうと、はは、新設ここっすよ、はいはいはい、ね、ここっすよ、はいはい、言ってください、はい、そうかそうか、そこか、懐かしさを思い出しながら、うん、なるほど、これはなるほど、うん、いいえ、一旦生亀になりました、うん、あ、はい、そう、優しさ発動です、怖い。あ、今お気に入りになってる、いろいろ入ってるのでお好きなものをお使いくださいっていうことだ。使うか使わないかは吉田さん次第。なるほど。これじゃね？まあそれですかね。どうぞ。はい、やってまいりました。お。キモ、あの漆黒のエリアでそういう感じのやつ見ましたよ。ちょっと口よ、すごい、なんか吸い込んでるのかな、吸気してるんですか。こんなの来てほしくないよね、シリナね、多分ね。確かに。A モブ湧いてるし。エンダーバゲモン。A モブ湧いてるし。A モブどこのインパクトじゃないですけど。Sモブみたいな。これはすごい。マウント、あ、なるほど、ゴリラ方式。これもう食われる一歩手前ですよね、これ。いや、これですね、専用アクションがございます。おや、よろしいか。はい、あ、くっせーってなるんですよ。見えます、なんと、いや、よく見えましたよ。なんかもういろいろ諦めた。うわー、やられてるし。細かい、また手のかかることを。かわいい、ラクサ。あいつとこいつが同居してる世界とは何かねということですね。かわいいっすね。いいっすね。吸い込み、あら、アクション持ちマウントがそんなに、いいですね。すごいですね。乗るんじゃないんですね。持ってもらう。持ってもらう。こいつレアですから、頑張って取ってください。ああ、これ頑張んなきゃいけないやつ。みんな簡単には取れない。皆さん頑張ってください。というわけで、はい、まあ、あ、本当だ。ほら、さっきまでね、全部 5.0、はい、漆黒のヴィランズ完了してるのに、強くてニューゲーム中なので、うん、シリアにクエストアイコンが出てるじゃないですか。はい、で、話しかけると、うん、ほら、当時のままですよね。あ、本当だ。で、強くてニューゲーム中、あ、これ、でかくしようか。終節の合戦、はい。で、強くてニューゲーム中のため報酬はありません。なるほど、なるほど。出ます。で、受注ってやると、普通に当時の会話、ね、まあ、当然なんですけど、始まって。うんうんうん、で、クエスト受注します。はい、あ、読んでなかった。あ、モブ族の参加者と、います。いたいた。やりたくないけど、ごめんな。必ず勝機ある。うん。ほうほうほう。
すの忍びないんだけど、ね、高井なんてそんなもんだよ。あ、ダメだった。共に戦って戻ってこよう。そうですよ、そんなモチベーション上げていただかないと。そうですね、合戦でしたね。うん、でこの時の周りのセリフも全部元に戻っていますので、はい、あ、なるほどなるほど、あの見逃したはい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 、クエストとかも見れます。あのクエとあのクエの間に喋ってるみたいなところはここで確認に行けるわけですね、はいはい、うん、あと一人どうだ、騙されたやつ、素直に、中か、ああ、いたいた。でまあこんな感じで進みますよね、はい、うん、で最後エブリンとまあ話すると、まあ、カットシーンが流れるわけですけど、はい、喋ってますもんね、セリフっすね、これを聞けば我々の手がかりは吉田さんのイヤホンの、うん、あ、そんなことはなかった。うん、でまあ紹介したい機能があるから、はい、まあ、やってるんですけど、ええ、何かあるんですね。あります、あります、この先に、はい、お、で、うん、まあいわゆるあのクエストインスタンスバトル、はい、これも参加普通にできる、うん、もう一回やれる。準備よろしい。ただですね、今回新しい機能がですね見慣れない選択肢が、はい、まあレベルシンクされるんですけど、はい、このクエストインスタンスバトルにですね、難易度というものがですね、加わりました。今回こちらはですね、過去の、クエストには、最初から強くてニューゲームの場合は出てきます、うん、で報酬変わりません、これ。なるほど、うん、で、うん、最新のコンテンツの場合ですね、はい、最初は出ないです。あはは、一度失敗するとですね、え、こちらございますけど、わあ、ちょっと悔しいやつ、どうしますかっていうのがオファーされる、出てまいります。強くてニューゲームの場合はもう一回やったことになってるから最初から選べるんですね。最初からですね、はい、で超える力がすげえのかかるんで、あ、ベリーイージー、うん、それはそれでちょっと触ってみたくなりますよね。いや、 やっぱりちょっとデータ見てたんですけど、やっぱり詰まるところは結構やっぱ詰まるみたいなので、はい、あの楽しんでもらおうということでですね、搭載しております。まあ本当当時の、まあまあ今の見た目で、うん、まあ、いけますよ。まあシンクはね、かかるんですけど、はい、という感じで、まあどんどん楽しんでいけるかな。まあ懐かしいな。懐かしいですね。まあ懐かしいんだけど。そうですね。ここをずっと見てる場合でもないと。考えてみたら、はい、増える力が変わりました、ね。本当に懐かしい。懐かしい。やってた。ほら行くぞ。すごいねんじゃん。そうですね。これはそういうコンテンツだろう。そうですね、コンテンツから出るにはどうしたらいいの。ん、出るにはどうしたらいいの。そこまで考えてなかったんだ。死ぬとどうですか。え、でもさ、ベリーイージーにしたんですよ、私。あ、そっか。クリアするまでやるのは、ここからいけます？ないですね。
普通ないです、うん、あ、ないですこれはだからなるほど、うん、コメント的にはとっととクリアしろっていうことらしいです。なるほど。あ、じゃあこんな時に私から、あの開発チームから耳寄り情報をいただいたので、はい、一つご紹介してもいいですか、はい、先ほどの蛮族集落、あのみんなで入れたらいいのにねの件、あの最後にはみんなで入れるようになる。そう、俺それ説明されてなくないか。そうなんだ。ですってなんで最後、すごいな、最後まで行けば謎技術途中ってことじゃないんでしょうけど、最後まで行けばみんなで入れる。じゃあ進捗、個人の進捗無視して入れるんだ。どうなんでしょう、最後はあれじゃないですか、みんな行けてればとかそういうことなんですか。ちょっと最後まで行ってる人同士ってこと。もそこまで、あの多分ね、優しいからね、みんな行けるようにするんじゃないかなっていう気がするんだよ、ね、なるほど。まあまあ何らか方法はござるということで、はい、期待して進めていただければなと思います。いつまでやポンジャー状態なんですけど。あ、ムクの年がありますって言ってる。ムクの年ね、これから我々がオンサルハカエルで奪い合うムクの年。奪われたと言ってる。これ戦ってるわけじゃないかな。入らなきゃよかったですね。ええ、確かに。お、今なんか救、多分ね、救済策を持ってきた方がいらっしゃいます。なるほど。ちょっと待ってよ。よかった。スラスラ D。カイコマンドは読まない。よろしくお願いしますよ。QIB にフェイルド。失敗扱いですね。なるほどね。がっつり読んでいくけど、大丈夫か、認識できない。そう、最後の手段だよね。そう、マジで。ちょっとかっこいいデバッグコーンって言ったのか。あ、分かった。なるほど。そういうことですね。あ、倒されたら仕方ないな。うんうんうん。というわけで、はい、ここで、うん、強くてニューゲームはシャキッたぞと今、はいはい、もしくはお母さんに呼ばれた、直樹お風呂入りなさい、うん、さ、中断。なるほど。まあ、何しても別にお風呂ぐらい入ってこれるんですけど、ま、元いた世界、はい、何もなくなって、何もなくなった。もう普通に、うんうんうん、でただ一点だけ注意があってですね、はい、さっきまさにさっきのパターンなんですけど、はい、例えばグレンドリベレーターの覚えてるかな、途中でギラバニアを攻略していくときに、はい、マップ変化結構激しいじゃないですか。あ、はい、そうですね、帝国の塔が倒れてたりとか、うんうんうん、あの辺は結構、まあ、まあ言っちゃいますけど結構ぐちゃぐちゃになります、そういう意味だと。あの時ここにいるとこんなことになってたんだみたいな。入ってはいけないところに今だと、うんうん、今だと入れるじゃない、はい、でその状態に戻すと急に周りに瓦礫があったりとかに、まあでもそこをデバッグしてたらこの機能実装できないので、うん、もうそれはいいと、はい、なるほど、いいということにしました。なのでまあ無茶はしないでもらいたいけど、まあ、別にそれ意図的にやらなきゃ見えないので、うんうん、そう、禁止エリアでだったら弾き飛ばすってまあ処理としては真っ当なんですけど、禁止エリアってどこまであんだよって話になったので、そっちをねできないのでもういいやと思って、はい、割り切ってます。はい、ありがとうございます。で、せっかくなのでクガネンがおすすめだそうです。クガネン、はい、クガネン、どこ。せっかくなのでついでに、うん、ご紹介いただける、うんうん、確かに懐かしのクガネ。え、クガネから遠くない？ん？遠くない？え、近いところの方が遠くない？ああ、
そうですね。はい。だよね。そういう意味では、そう、どこでも大丈夫です。今回のセットアップ上、クリスタリウムのフラグ状態がややこしいことになってます。ああ、なるほど、なるほど。クリスタリウムを避けてほしかったです。あは。何せこれ超絶最新開発サーバーがいろいろ危ないんだよ。そうなんですよね。はい、普段はねもうちょっと別の、ね、はい、完全に切り分けたやつであるんですよ。そうなんですよね。今日は今日完全最新 5.2 とか乗ってるからな。そうなんですよ。怖い怖い。怖いんですよね。 5.2 の作業をしてるサーバーでもある。さてグリダニアの宿屋に参りましたね。ええ、はい、ドレッサー、はい、さあ皆さん変化にお気づきだろうか、うん、どうかな。そうね、ギアセットのまあ例えばアイテムを取るとね、うん、削除し、あの除外して表示しないように、はい、これねいいですね。うっかりするとか、とかこちらね、現在の種族性別に適したアイテムのみ表示とかね、はい、こんな感じで。そうなんですよ。検索するときに、うん、まあ、除外項目フィルター分けが今回から追加されてますので、はい、より便利になっていくと思います。思います、はい、でこちらのフィルターですね、はい、マーケットボードとかにもいろいろね、うん、であと、まあ、ちょっと今回のパッチじゃないですけどアラガントームストーンとかあの辺も今もうすごい交換場所が飛び散ってて分かりにくいでしょ。あれをちょっと1個のショップにしていろんなところに置こうとかもしてるんで、それは嬉しい。ちょっとね、いろんなこのフィルター機能が今回サーバーも含めて全体できるようになってきたので、やっていこうかなと思っております。はい、どうぞご期待ください。あとはまあせっかくだな、ね、お、あら、これね売りです今回。あら、かわいい。モッズコート、おしゃれコート、はい、今回のおしゃれソースですね。作るのかな、いいですね。作るのかな、は、ね、いいなって思った次の刹那、みんなが考え始めるのはこれはどこからどうなるんだろうみたいな。これ多分今回のパッチで最も人気なんじゃないかなっていう気がするんですよ。なるほど。やっぱりなんか普通の服に見えるものって人気だよね。そうですね、はい、いろいろ人気はありますがこういう普通な感じのやつはハムカウダはい、晴れを押さない、ああ、あら、ああ、へえ、まあこんな感じです、はい、おしゃれ装備も、うん、ございます。はい、はい、ありがとうございます。さあってのところで次参りましょうか。行きましょう。続いてはそういえばまだ紹介してなかったこちら、どう、複製された工場廃墟のご紹介です。さてじゃあ、はい、もうなんかあんまり正直、うん、皆さんに驚いてもらいたいですか、うん、楽しんでもらいたいっていうことがあって、はい、まあ、正直プロデューサーとしてはどうかと思うんですけど、はい、あんまり情報出してません、うん、そしてあんまり PR もしてません、うん、なのでそうですね、申し訳ないんだけど報酬とかも、うん、なしません、はい、皆さんで見てください。そうそう、ただ皆さんが欲しいものはきっと入っているし、あとまあその欲しいものは男女どっちでも着れるようには、うん、そいつは、ね、してある。まあ、でそれ以外にももちろんロール別の装備っていうのもあるの で、うん、でただ、さすがにこれで終わったらだからマップぐらいは見てみますね。見ましょう。マップのちょっとだけ見ましょう。見てみます。いいですね。じゃあちょっと待ってくださいね。準備します。ここからはスイッチャーとの連携が試される。それは何か、あ、そうそう、なんか打たなきゃいけないんです。
ギアセットで、ギアセットなんて登録されてないよ。登録され、あそこにありますよ、ね。ギアセットリストからいかないと、多分ね、あの、マクロは、マクロっていうか、確かに確かに。上書きされたんだと思う。あ、いける。はいはい。はい、エキスイッチして良くなったら言ってやっぱダメだよね。あ、これこれ IC マスターだけじゃダメだよね。ああ、なるほど。すごいな。男らしい。あれ IC マスターのモビルです。まあまあ大丈夫です。それが何か言わない限り何のことやか。いろいろあるんですよ。インスタンスコンテンツマスターです。綺麗に説明した。それを設定するとあの数が揃ってなかろうが一人だろうが突入できるような。そういうことです、ね、じゃないと常に8人用意しなきゃデバッグできないでしょってなっちゃうでしょ。よし、まだよ、カットシーンはダメよ。はい、あ、ん、いっか、いいよ、どうぞどうぞ。わあ、お、スイッチや、スイッチには手をかけといていただいて、まだ大丈夫ですよ。はい、まだいい、まあいいか。お、お、トレーラーで見たようなシーン。まあトレーラーで見たし ね。吸い込んだ。うわ、うん、こちら、はい、複製された工場廃墟ですね。複製された、うん、興味深い。すごい、また今までにない感じ。アクセスポイント、アクセスポイント、おう。なるほどね。ダンサーが、こわ。あの、怖いの意味が違いますよね。うん、ほう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 。EG はモデルデータをもらいつつあれですね、 4T の描画エンジン用に全部やっぱり全調整し直し、あ、ただもらって載せるんじゃそれはうまいこといかない問題、調整が大変そうですね。はい、すごい、こんなに恐る恐る進むアライアンスダンジョンがあったろうか。なんかおるんだよ。あ、本当だ、なんかおる。ああ、ん、トレーラーにいたかな、いなかったかな、設定画を見たかな、見てないかな、なんかあの形状に。よし、ここまで、はい、カメラに。これどうします、ここまで、本当にここまで、本当にここまで。なるほどなるほど、じゃあここまでにしましょう。まあちょっと一部演出が入ってたんですけど、はい、あの横尾さんが本当に音の演出とかにもすごいこだわってくださってるんで、うん、マップのこのタイミングに戦闘プレイヤーが来たらここでこの曲に切り替えとか、そのここはあえて無音にしてほしいとか、本当にギリギリまで丁寧にあの調整してくださってるので、あともう、まあ、前にも話しましたけど、本当その機械生命体の曲線と直線の意味とか、うん、そういうのも含めてすごい丁寧に監修してもらったし、キャラに関してもまあやっぱモデルデータってもらってはいるんですけど、はい、実際にはそのまま使えなくて、前にライトニングリターンズのライトニングでそれをやったんですけど、はい、こんなのライトニングじゃないって世界中が言われたんですね。でもあれ実はそのままライトニングのモデルなんですよ。実はあれはライトニングそのものなんです、うん、でもやっぱり14の描画エンジンと14のキャラの目に馴染んでると、はい、
あ、膝の位置とか肩の位置とかが違ったり細さが違うと違和感になっちゃう。面白いですね。なので今回ももらってきたデータをベースにしながらちゃんとその14の中のキャラクターとして、うん、造形し直して骨を入れ直してフェイスも全部そのメコピで調整しながら14仕様で、そうで、まぶたの厚さがもうちょっとあと2ミリぐらい足りないと思うからちょっと足してっていうのを調整して横尾さんにも見ていただいてっていうのをやってきたので、かなり今回もねこだわってやってきているので、まあぜひ導入もそうだし、どうなるのかどんなバトルなのかっていうのもちょっとこれ以上は避けるので、ぜひ皆さんで楽しんでみてください。いろいろまあそのスクリーンショット映えもすると思いますし、はい、ギミックの方も今までにないものを入れてますし、うん、まあただ第1弾なんで、まあいろいろ踏み外していくのはもう僕らねその先の作り始めてますけど、はい、踏み外していくのはだんだん踏み外していくのでまだ小手調べですそうですよね、シリーズがある話ですから、まあ、あとはただ1個だけ、はい、床をよく見るよりは画面全体をよく見てましょうね。あらあら、なるほどです。はい、ありがとうございます、はい、複製された工場廃墟のご紹介でした、うん、それでは今日はもう一つございます、うん、最後ですね、最後のブロックございます、はい、こちらです、どうぞ、うん、たー、うん、ゼッツアレキサンダー討滅戦でございます。本当にギリギリのギリギリまで調整しております、はい、まだ続いてますか、まだやってますこちらがリリースが、パッチ 5.1 リリースの2週間後、うん、はい、パッチ 5.11 として、はい、リリースさせていただきます、はい、で、まあ、とりあえず全部突っ込みました全部全部やばいっす、ね、全部ネタと思われるものは全部入れました。あ、うん、あで、はい、まあ、せっかくなので、うん、一瞬トレーラーのラストに出てたじゃない？出てました出てました、突入のカットシーンをフルで、うん、おやったー、そこはまあいいかなと思うので、まあ確かに問題はそこからです、なかなかなんだ衝撃なので突入をご覧に入れようかな、はい、じゃあまたその下準備をしていただいてですね、こっちは IC マスターです、ね、そうですそうです、2じゃない方ですね、じゃあタイミングあ、違います、え、これです、あれ多分マクロがあるんじゃないか、ああ直じゃないとダメ、はい、そうなんです、直っていうかそれやるとシャキります、ああなるほど、はい、ちょっと待ってよ、これ多分マクロにされてますね、あこれ、はい、これ押した瞬間突入する、あ、シャキる、シャキります、はい、突入をしたらもう切り替えちゃってもらいます、はい、暗転見たら、じゃあ行きますよ、突入どうぞ、どうぞ、あ、ワイプもいいんじゃないかな、はい、ここは一旦今です、あ、もういいよ、消していいよ、ワイプ消していい、あ、いやあれ、カメラに戻ってもらいましたが、いいよマップ出してもそんなメカから戦えるわけないやろああ違った、なんかヒュンって消えていった、我々と相対したくば、あ、まずはまずはここまでキッド倒せ、ここまで登ってまいる、まあここからですね、はあ、悪夢の起動編ですか、俺はやばいですね、うん、絶感
もうこの優しさの、あ、本当だ、うん、優しさの外周うん、でさすがに、はい、初っ端のギミックもちょっと伏せておきたいの で、 そうです、ね、戦いはしませんが、はい、まあ本当に何だろう、全部を突っ込みましたので、うん、でまあ初っ端から私もやりましたけど、はい、いかが、わけが分かりません。ほう、なんかこういう感じで、なんで死んだんだろう。楽しみ。過去のね、絶2つをクリアされてる方にも楽しんでいただけるように、はい、新しい衝撃、そうですね、目下全力で最終調整を、ほぼほぼ連結はできて、最後の数値調整を今ギリギリまで、やってます。へえ。でまあやっぱり必要なのは、うん、まあゆっくりそのちゃんとリラックスしてやっていくっていうことなので、あんまりこう早くっていうのは考えない方がいいのかなと思います、うん、でまあワールドファーストレースもね、多分されるとは思うんですけど、ね、本当に今回しんどい気がするんで、うん、ぜひ挑む方はそれ相応の覚悟をされて、はい、ただですね、やったら面白いのは面白い、おー、いいです。あれ済んだ時なのね、うわー、こっちかよみたいな、こっからかっていう、なるほど、感じがね、扉を開けたらまだ絶望が広がっていたっていう、そうね、あの感動をもう一度、そう、扉を開けたらスタート地点だったみたいなのがね。報酬はですね、はい、武器を用意しております、うん、で過去の Z シリーズと同じようにものすごく派手に、あらら、光るではあるんですけど、はい、光り方をちょっと変えておりまして、今回歯車っていうか、なんかちょっなんて表現していいんだろうな、光りつつホログラムが浮かんでるかのような表現、じゃあ割と今までない感じの、ない、全然ないですね。これはまた自慢できます。ゴールドでもシルバーでもない、その超中間というか、まあでもすごいいい光り方するんで、すごい目立つんですよ。でかつ、まあもちろんですけど称号がね、あ、称号、そうです、ね、ございます、同じ、これはもう、これはもうね、言わないです。なるほど、何がしかの称号、笑ってしまうような称号が、あ、まあね、アルティメットレジェンドですからね、前回ね、そう、そうですね、何レジェンド、ああ、シリーズ、レジェンドシリーズ、いや、まあ、楽しみですね。そうだ、どうなりますか。そしてこの、ね、ゼツ・アレキサンダー凍結戦の最後に待つものは一体何なのか、うん、今回もその、まあね、いろんな仕掛け盛りだくさんなので、本当これ以上言うと、はい、プレイされる方と配信を見る方の楽しみを奪ってしまうので、ゼツに関しては本当前回もそうでしたけど、うん、こうみんなで見ている人も謎解きしながら応援しつつ進んでいくっていうところがあるので、うん、ぜひですね、今回も皆さんの力で謎解くっていう局面結構あると思うので、ぜひですね、見る方もプレイする方もぜひですね、ゆっくり楽しんで、そうですね、ただ前回ぐらいからすごく流行りましたけど、ぜひともプレイされる方は、ね、うん、Twitch なり何なりでぜひとも配信しながらやっていただけると、そうですね、はい、で、それが楽しいかなと思います。はい、いや楽しみ、あんなギミックが来るのかな、こんなギミックが来るのかな、もうそうです、今はそうね、想像するだけで、まあ、楽しいのか、あんなギミック想定外で解かれてたなとかね、いろいろあったんですよね、アリキアのどこ行って全開したやつもいたなとか、なるほどなるほど、いろいろありました、ぜひぜひ、はい、ご期待、ぜひ今回は本当に1チーム突破できればよしっていう感じで、あ、そっか、まあいつも絶対そうなんですけど、普通のコンテンツとはクリアしてくれよみたいな、そっか、作り方基準が違うんですね、うん、なるほど、はい、ご期待ください、ご期待ください、そう、頑張ってください、まあギリギリ我々もねちゃんとやってはいますけど、うん、本当にこれぐらい、本当にこれをこの時間数
持つのがみんな正社員じゃない、うん、はい、はい、ありがとうございますといったところで、パッチ 5.1 コンテンツ特集パート2は以上でございます。はい、他にもね、うん、その紹介しきれてないんですけどね、本当はね、楽器演奏もね、あの合奏アシストをみんなでやってみようとかね、はい、演奏のねヘルプでちょっと弾いてみようとかね、いろいろやればよかったんですけど、いたんすね、多すぎ。そうなんですよ、あんなの知らんもね自分でやってるとことか見せてあげたかったんだけどな結構面白い、本当に面白いんで。確かに、まあね、蘇生も使えるから蘇生しながら耐え忍んだりね、うん、はい、やれるんで、ちょっと面白いんで、ぜひぜひ。はい、はい、ということで、ここから先はお知らせに参りたいと思います、はい、お知らせもいろいろございますので順番に参りましょう、はい、最初はこちらです、画面お願いします。はい、5.1 パッチノート朗読会のお知らせです、うん、で今回は、うん、2019年10月29日パッチ当日の15時からです、はい、ということは、はい、メンテが前日からあるわけではないと。そうですね、メンテは当日です、ね、はい、はい、で今回はハウジングの土地追加があるので、はい、早明けはしないの で、はい、なしです、予定通りに開けます、はい、メンテ告知が出たら、はい、終了時刻は必ずメンテ告知の終了時刻になりますので、はい、ご了承ください。はい、続いてのお知らせ、ほら、あ、はい、コメント珍しいね、誰が見んだよって多分最近の方なんだと思うんですよね、3万人ぐらい 見るんですよこの時間にパッチの朗読会あるとそうですね、不思議ですね、不思議ですね、はい、続いて新しいお知らせです、北九州ポップカルチャーフェスティバル、ファイナルファンタジー14何回か出展しておりますが、今年また出展することになりまして、今年は11月30日の土曜日と12月1日日曜日の2日間、福岡県北九州市は、はい、西日本総合展示場新館、あ、いつもの場所ですね、うん、過去と同じ場所で、行われる北九州ポップカルチャーフェスティバルに今年も出展いたしますので、近所の方もそうでない方もそうです、ね、ぜひとも足を運んでいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、続いてです、ここからちょっとノミネート系のご紹介をしたいんですが、一、はい、つ目がこちら、ゴールデンジョイスティックアワードに FF14 がノミネートされております。非常に名誉なね、はい、そうですよね、あのこちら今年で37回目を迎えるゴールデンジョイスティックアワードは、はい、あのイギリスベースのアワードなんですけども、37年もゲーミングのアワードやってるっていうことは、うん、ですね、確か世界で2番目に古い、うん、あのアワードでして、うん、でこれ最終的に各部門の入賞作は、うん、あの皆さんの投票で決まるんですが、この投票、みんなの投票で決まるアワードとしては世界最高にして最大の、あの、ね、はい、アワードになっております。でファイナルファンタジー14はそこに画面にあります通り、うん、3番目にある、全部で17、8部門あるんですけど、うん、3番のベストゲームエクスパンションに漆黒のヴィランズがノミネートされておりまして、うん、もう一つが14番目にありますプレイステーションゲームオブザイヤー、うん、今年出たプレイステーションのプレイステーションタイトルで、一番いいやつの中のノミネートに、この2部門にノミネートされております。今回メタクリの点数高かったもんな、ですもん、ね、なので、ぜひ皆さん投票されてない方はですね、なんか14だし、ね、あれ部門番号でしょ、多分14だプレイステーションゲームオブザイヤーって、あれ取りたいね、取りたいですね。で ここの先はあの皆様のご協力が必要でですね、ぜひとも投票していただいて、これあの投票のページ最後まで送っていただいて、あのメールアドレスを入れてサブミット送信と押さないと投票したことになりませんので、そこだけご注意いただいて、ぜひともゴールデンジョイスティック .com に行けばいいんだよね。あ、そうです、記載の URL に行っていただければと思います、はい、で投票期限が来週木曜日10月24日までとなっておりますので、ぜひとも、はい、投票してやろうという方はですね、行っていただければと思います。まあいいゲームだったぞっていう方はですね、はい、あの押していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。はい、次です、もう一個ございまして、こちらはですね、プレイステーションゲームミュージック大賞2019にファイナルファンタジー14がノミネートしております。
て、こちら投票期限10月31日までなんですが、これはですねどうすればいいか、これも皆さんの投票というか皆さんの結果で対象が決まるんですけど、これどうすればいいかというところはシンプルでございまして、 Spotify という音楽サービス、ストリーミングサービスがありますが、そこで聴きまくっていただきたい。聴けばいい、はい、おお、なるほど、はい、Spotify の再生数とか、まあ、あと特設サイトのコメント投稿っていうのもあるんですが、一番お手軽なのはぜひ Spotify で音楽聴いてください、14の音楽聴いてくださいっていう。シャドウブリンガーズずっと聴いてるよ。そうそうそう。あ、ストーンブラッド。ストーンブラッドまでなの。シャドウブリンガーズまだ。なるほど。あ、なるほど。ので。じゃあ竜の王をずっと聴いてればいい。あ、そうそうそう。なるほどね。ギラバニア湖畔と竜の王をずっと聴いてればいい。はい。なるほど、ね。ってことで、それ以外もあるけど、南西大量に曲数あります。そうですね、聞いていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。この際だからね、全部ね聞いてやるっていう気でね。そうそう、全曲セーフ。20時間ぐらいかかります。20時間ぐらいかかるらしいですよ。はい、素犬曰く20時間ぐらいかかるらしい、はい、ね、ってことでよろしくお願いいたします。はい、では続いてのお知らせです。こちら先行してご案内しておりますが、はい、先日開催されました。もうずいぶん前のことのように感じますが、先月行われましたエウルゼアンシンフォニーファイナルアルバムオーケストラルアルバムのボル2第2巻が12月11日に発売となります。こちら初回特典としてオーケストリオンフがついてまいりますので、ね、あの感動のオーケストラをもう一度ということでございます。これはあれかい、衝撃だったアンコールの最後の最後、はい、あと1曲あるよって言ってスクリーンを指さしたあの衝撃も収録されてる、はいはい、収録されてる、入っておりますよ、はい、入ってます。吉田直樹が歌う、帝国国歌も入っております。お、それいらなかったよね。いります。いらなかったよね。でもあれちゃんと曲目に入ってましたからね。まあね、カットするわけにいかない。まあね、あの MC とか入れてないんでしょ。 MC がちょっと容量の都合で、はい、入ってないんでしょ、はい、でもこれはうんうん、あの必要な演出部分は入ってる、はい、はいはいはい、そうなんです。なるほど、フルフルで入れちゃうといろんなものが入らなくなるということで、うん、今回も泣く泣く諦めたものがございますので、はい、いいんです、いいんです、ご了承ください。そんな台本もなくその場で思いついたことを喋ったやつなんで。いいんです、はい。では続いて一旦カメラにしましょうかね。まあ、ただ素晴らしいね、あの演奏と、それからお客様の、いやすごかった、あの熱気というか、その本当に感動したので、僕らやってる側も、うん、それはもう楽団の皆さんもそうおっしゃってたので、ぜひその雰囲気もねすごく余すとこなく収録されてるので、ぜひご覧ください。はい、でここからはですね、はい、新作グッズの紹介をしたくて、まあ、まとめは後で出すんですけど、まずはちょっと現物をお見せしようかなということで、一つ目、うん、はい、よいしょ、あ、おもむろにそちら、はい、ハイデリンキック T シャツ、はい、11月30日土曜日にこちら3000円プラス税で発売します。発売する、はい、ついに発売決まりました、ね、11月30日発売です。もう僕は普段着ですよね。はい、そうそう、吉田さんはそれめちゃくちゃ着てますよ。うん、はい、漆黒のヴィランズ感ついに出ます。あ、で、そうか、そうか、せっかくほうほうほう、あるから裏面もね、改めてご紹介しましょう、はい、こちら背中、一見するとあのかっこよくデザインされた英語かなっていう見えるんだけど、よく読むと最高にして最高の晩神って書いてある。そうそうそう、はい、いいですよね、はい、素敵です。はい、こちらが、11月30日に発売となりますので、はい、よろしく。あ、ちゃんと正式名称ハイデリンキック T シャツになったんだね。ハイデリンキック T シャツ、なんか最古にして最強の晩神 T シャツって書いてあったから、違うんだろうこれって言って、はい、だって最強のはずの一体なんかうぼーってされてるからキックにしてって。そうなんです、うん、で右上に表示がある通り e ストアで本日の予約開始、今この瞬間もうできるんですけれども、はい、まあまあまあ落ち着きなさいよ、他にもあるんで落ち着きなさいよって言って、もう一度カメラにしていただいて、はい、どう？すっ、これ売れんのかな？
そうだね、俺が一番商品化に際して懸念を示したんですけどね。あ、よく見ると可愛い。いや可愛くないとは言わないですよ。僕ね、今色が足りないと思うんです、この子。この子、ぬいぐるみジャイアントビーバーで。で、裏話をするとですね、はい、あのここにね、蝶々を持ってるんですけど、うん、ね、蝶々持ってるんですけど、ピクシーの羽にしようとしたんですって。おう、これをちぎれた。意味深ですね。作画担当者がふざけるなボツになってそうです。そうですね、はい、いいやつ。こちらも11月30日発売でして、はい、3200円プラス税となっています、はい、でこちら購入特典で、インゲームアイテム調度品のジャイアントビーバーのぬいぐるみがついています。ゲームの中でも外でもなるほどいられますということです、ね、はい、こちらも、本日よりイーストアで予約開始になっております、はい、ということでよろしくお願いします、うん、じゃあまた次カメラにしていただいて、うん、次がですね、いろいろ出ますよ。とりあえず、うん、よいしょ、うん、あのですね、おう、こう一回申し上げて見せてもらって、はい、あのさ、アクリルスタンドです。ね、最近流行りのアクリルスタンド、これいろいろ皆さんにご好評いただくとかね、ぜひ作ってくれとか、もっと作って売ってくれとか、いろんな声をいただいておりまして、これ商品化いたしましたと、ほうほう、いうことでございまして、これですね、いくつか種類があって、今持ったのはヤシトラさん、アルバートさん、はい、はい、これサイズ感とかもいろいろあるんですよ。サイズ感とお値段感がいろいろ違います。それエメットセルですね、うん、はい、ありがとうございます。次いただきました。次ショコ、うん、はい、んで次ブリエンジですね、でかい人たち。ブリエンジェでかいな。そう、でかいです、ね、頭もちょっとかわいそう。ブリエンジェ、はい、で、あとは、アルフィノアリゼとサンクレと、リセット、そうですと、はい、最後がこの、はい、となっておりまして、実際の商品はこんなようなパネルになった状態のもので販売です。で、パワーポイントいきましょうか、うん、ですね、これサイズ感がいろいろある都合上ですね、お値段がばらけておりまして、アルバートとヤシトラのがそれぞれ各1800円でございます、うんうんうん、で水晶光、エメットセルク、リエンジェ、あのこの面積の大きい人たちは各2000円となっておりまして、うん、材料が多いすなわちそういうことですね。で、小型のアルフィノアリゼは2体セットで2300円、安いね。でサンクレッドリーンも2体セットで2300円という構成になっておりますということでして、こちらも11月30日に発売となっておりまして、イーストアで予約が開始になっております。そろそろね、キャラグッズも作っていって良いのではという感じですね、これね、はい、そうそうそう、まあ、もしね、それなりにこう買っていただければまたね、そうそう、またね、出てくるんじゃないかとかいうことでございます。あれだよね、東京ゲームショウの時にあのフォトブースとしてこう並んでたやつ、はい、ああ、さようでございます。あの絵があの人たちアクリルスタンドの、はいですね、はい、もう一つカメラにしてよいしょ、これはね、嬉しいよ、ドン、よいしょ、これは寄った方がいいですね、はい、いいね、いいね、ね、いいね、その格好。あのピンバッジ、ああ、ジョブピンバッジとして今までバトルジョブはありましたけども、あ、ね、こちらギャザクラ、はあ、ついに来た、はい、全部まとめて、パワーポイントいきましょうか、はい、クラフターのピンバッジ8種類とギャザラー3種類、各600円でございまして、こちらも11月30日発売でイーストアで予約開始しております。これあれだよね、はい、ヤザクラやってる人って基本全部完走してるよね。そうですね、ってことは全部買うってこと、これが基本1セットってことになるんですかね、なるほどなるほど、興味深い、はい、皆さんよろしくお願いします。そういうことやね、どれか一つってわけにもいかんしね、うん、まあそうなってきますよ ねえ、そう、まあちょっと、え、これさ、はい、もうその、あ、そうですね、これでくるくる回っちゃうんですか、
あの、なんでパンが盾だったんだろうな。はい、はい、ということで、以上新グッズのお知らせでございましたということで、最後これなんですけど、あ、なるほど、なんか最近喋ります。そうですね、はい、まあ、これで大体お知らせ終わりまして、はい、放送もそろそろ終わろうと思うんですが、はい、我々ですね、別にこれが年内最後の放送というわけでもございませんで、ございませんで、今年はですね、本当に漆黒のヴィランズ発売から、はい、この、まあ、大体10月パッチ 5.1 リリースまでは本当に信じられないぐらい忙しくて、うん、なかなか大変だったんですけど、今年なんか一個やってないものがあるなと、うん、まあ、別に毎年やるって決めたわけではないんですけど、それなりに楽しみにしていただいた方もいそうなので、はい、こちら、うん、どうぞ、第6回、第6回、なんと周年じゃなくなった表現が変わります。回数に変えよう毎年やるとも言ってないし、もうなんか引っ掛けるのやめよう第6回ファイナルファンタジー14 14時間生放送は、日時決まっております。どうぞどうぞ、2019年12月14日、うん、ただし詳細は未定です。なるほどとりあえず14時間この日にやるわみたいな、このやるぞっていう気概をとりあえず、ね、皆さんにお伝え、これしかないんだよね、パンプレッツ、はい、これだけです。あ、まあ、もちろん一応企画は進行してるんですけど、はい、今年からちょっとやっぱりそのもう本当に毎年やっぱ14の規模が拡大していて、そのちょっとただごとじゃなくなってきて、ね、なかなかあの毎年あの周年のタイミングで何かをっていうのは本当に難しくなってきたので、ちょっとまあただ年一なんかスペシャル放送はやってもいいなと思っているので、はい、ちょっと今までと毛色は変えようと思います、うん、で一応 PLL はくっつけるんですけど、そうです、 PLL はやります、やりますけど PLL 以外はほぼゲームに関係ないです。まあゲーム作ってるおじさんたちがなんかわけわからんことやってる、はい、あのただの年忘れのなんか、バラエティ番組みたいな、ね、まあぶっちゃけ言うとほぼ今までもそうだったじゃん。確かにそれを言われるとうん、いつもじゃないっていうか、かあのまあなんか三次元中継ぐらいで、そうなんです、なんか麻雀やってる連中となんかこうどっかミッションを受けて旅する連中と、ね、飛び出していこう。そうですね、あのスクエニを離れていろんなところで暴れて、最後は酒飲んでいろんな愚痴を言って年忘れようじゃないかと、うん、いう感じで今、そうそう、企画しておりますので、本当にうまくいくといいなと思っていや、でももう一回最大の心配は、はい、そんな番組誰が見るんだっていう。そうですね、有名なね、タレントさんとかね、声優さんとか出るわけじゃないですか。そうですね、はい、PLL はちゃんとやります。 PLL だけはちゃんとやります、はい、なので、14時間ですね、年忘れ、まあね、12月14日に、はい、まあ、新しいまた形で、何かしら笑ったりね、楽しんだりね、できるものをね、お届けしようかなと思っておりますので、ギリギリではありますが、今年も14時間やりますよということだけ、まずは詳細決まりましたらまた追ってあの公表していきます。はい、そんなことをやるのかね、はい、はい、ということで、本日の工程はこんな感じでございますので、はい、最後に皆さんにご挨拶の一言いただけますか。本当にちょっとバタバタしていて、本当にギリギリのギリギリまでコンテンツが多かったのでチェックもあってですね、未だかつてこんなに段取りを覚えてないPLL があったかっていうぐらいちょっとバタついて本当申し訳なかったんですけど、まあ、それぐらいコンテンツボリュームもありますし、新しい機能とか新しいその遊びとかっていうのも本当大量にあるので、で今日語られてない部分はその各メディアさんのインタビューを最近受けましたので、はい、またパッチ直前とかに出ていくと思うので、ぜひそちらも合わせて、読みつつですね、パッチをぜひ楽しみにお待ちいただけたらなと。2週間経てばその絶とかね、石ガールドフック始まって、うん、さらに、もう数週間経てばまたこうオンサラ帰る
青魔導士始まったりするので、また、途切れないようにパッチリリースしていきますので、ぜひぜひですね、暮れまで楽しんでいただければなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。長丁場お付き合いありがとうございました。はい、それでは以上をもちまして、はい、第55回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブを終了させていただきたいと思います。また次回お会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。